ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最近熊の出没ニュースが多くなってきたわね。そうだな、以前は登山客やタケノコ狩りで入山した人が襲われることが多かったが、最近は家屋に侵入するなど、山から人里に熊が降りてくるのも珍しくなくなったな。どうしてこうなっちゃったの？理由は餌不足だ。熊の主食であるどんぐりが凶作のため、餌を求めて山を降りてくる。なるほど、畑や生ゴミをあさりに来るのね。しかし近年はそれだけではない、人的被害も多くなっている。被害の中には人食い熊と呼ばれる、巨大化し、凶暴になった熊が原因という噂もある。ひえー、恐ろしい。今日は、人食い熊の正体について解説していこう。今後も大きな社会問題になっていくことでもあるので、ぜひとも最後まで見てほしいぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。2024年秋田県鹿角市で、一人の男性がタケノコ取りで入山したまま行方不明になっていた。行方不明から数日後、男性は遺体で発見、衣服には動物の黒い体毛が付着。熊に襲われちゃったのね。そして遺体を運ぼうとしていた警察官二人も、熊に襲われて頭や腕などに重傷を負った。これは衝撃的だったわ。そうだな、警官が重傷を負ったということで、報道が大きくなったと言っても過言ではない。警察などは現場に熊がいる恐れがあり、車で十分に近づけないことから、一旦遺体の搬送を中断、林道の道幅を広げる工事をし、さらに猟友会による厳重な警備の中、警察官の負傷からさらに数日後、遺体の回収をすることができた。いやー、悲劇の中遺体を回収できたことが、せめてもの救いだけど、時間はかなりかかってしまったわ。だが警察官が重傷を負う状況の中、無理に救助はできなかっただろうからな。それにしても熊がいると分かってたでしょうに、タケノコを取りに行っちゃうのね。霊夢、勘違いしてはいけないから言っておくが、タケノコ取りは地元の人にとって大切な仕事だ。地域住民の高齢化が進み、タケノコ取り以上の現金収入を得ることが難しくなった。春になったらタケノコを取りに山に入る。というのは、脈々と受け継がれた一つの文化でもあり、その文化が現在のこの地域を支えている側面もあるのかもしれないぜ。なるほど、確かにちょっと趣味というか、服用のようなものと捉えていたかもしれないわ。しかし良質のタケノコが取れるのは登山道もなく、人が普段は踏み入れない場所であり、そこで食物連鎖の頂点に立つのは、人ではなく熊になる。熊からしたら、人間が来るのはいい気はしないわよ。そうだ、人間は敵であると言ってもいい。山の近くに住んでいない人たちからしたら、そんなところに行くのは怖いって思っちゃうけど、タケノコは他の採取物に比べても、かなり高値で取引される。種類にもよるが、山菜や薬草であれば、そんなに山奥に入らなくても取れるものもある。でも収入を増やすには、タケノコも取らないといけないわ。山での仕事を生業にしている者にとっては、熊の痕跡、例えば糞や足跡があれば、もっといいタケノコがあると思い、さらに山奥に進んでいくような人もいるそうだ。そういえば被害者を搬送するときも、道幅を広げる工事が必要だったわね。いやいや、でも近くに熊がいる可能性があるのなら、すぐに引き返さないと。もちろん熟練者の知恵や経験があってのことだろうが、最近は山に入る者の間でも、熊が凶暴化した、数が多くなっている、などの声も少なくない。ふむ、熊も変化しているのかしら。そこで一つ、霊夢に教えておきたい事件がある。今回の事件から8年前の2016年、同じ秋田県鹿角市で、4人の被害者を出した熊による獣害事件が起きた。え、同じ場所？2024年に起きた事件の場所は、八花峠という場所で、2016年の事件は熊取り隊、同じ場所ではない。ただ地続きにはなっている。何か関連性はありそう。関連性という意味では、熊取り隊での被害者も、タケノコ取りに来ていた人たちだった。そして熊取り隊は事件を、立ち入り禁止になってしまう。ひょっとして立ち入り禁止後、八花峠にタケノコを取る人が流れたのかしら？おそらくはな。そっか、でもタケノコを取らないと生活が難しい人たちもいるのよね。実際2016年の事故の後にも熊取り隊では、熊による死亡事故が起こっている。あれ、立ち入り禁止にしたんじゃないの？残念ながら事故後すぐには立ち入り禁止にならなかったようだ。そして2024年の八花峠の事故の後にも、入山していく者は後を絶たない。単純に獣害という問題じゃないわねこれは。まあその辺の話は置いておくとして、問題はこの4人を死亡させた熊についてだ。ここ5年ほど、秋田県の事件のあった地域だけでなく、岩手や青森の県境などで、大型の個体の目撃例が増えてきているんだ。しかも、そのほとんどが赤毛だった。え、日本に赤毛の熊なんているの？
その前に霊夢、日本にはどんなクマがいるか知っているか？そうね、ニュースとかだとヒグマとか、ツキノワグマってよく聞くけど。じゃあどう住み分けしているかわかるか？ごめんなさい、そこまでは知らないわ。ヒグマは北海道にしかおらず、ツキノワグマは本州と四国にしかいない。九州にもツキノワグマがいたが、数十年前に絶滅してしまったと考えられている。ツキノワグマは泳ぎは得意じゃなかったのかしら？じゃあその赤毛のクマはツキノワグマ？いや、ツキノワグマは胸の部分を除いて黒毛、ヒグマも茶色はいるが、赤毛はいない。おっと、ということはひょっとして新種？ある意味新種と言えるかもしれない。赤毛のクマは、ヒグマとツキノワグマのハイブリッド、つまり交雑種ではないかと言われている。へぇ、ということはヒグマは泳ぎが得意だったのね。いや霊夢、北海道から本州へ渡ったわけではない。鹿角市にはかつて秋田八幡平熊牧場という、熊の動物園があった。そこではヒグマもツキノワグマも飼われていた。じゃあそこで交配させていたとか？いや、そういうわけじゃないんだが、この動物園ではとても悲惨な事故が起こっている。え、事故？2012年春の朝、冬季閉鎖中の熊牧場の運動場から、ヒグマ6頭が脱走し、女性飼育員2名が死亡する事故が発生。ひえ、どうしてそんなことに？運動場は地下に掘られる形で高さ 4.5 メートルのコンクリートで囲まれていたが、冬期間に除雪した雪を運動場に投棄していたため、壁際の一角に雪山ができており、この山を登って外へ出たものとみられる。うわぁ、こんなの人災じゃない。餌場で作業中の女性従業員の悲鳴を聞きつけ、男性従業員が駆けつけると、熊に襲われている女性従業員の姿があった。動物園の熊は冬眠しないみたいだけど、春の熊はどう思うって言うわよね。もう一人の女性従業員はすでに倒れており、呼びかけたが応答はなかったため、男性従業員は秋田県警に通報。県警は正午過ぎ、地元の猟友会に熊の射殺を許可。午後4時に脱走した熊6頭はすべて射殺された。雪を適切に処理していれば、従業員も熊も死ぬことはなかったのに。牧場の経営者と、除雪を担当していた従業員1名は、安全管理を怠ったとして、業務上過失致死容疑で逮捕。動物園も廃園となった。当然よ、でも残った熊たちのことは心配ね。観光に影響することを嫌った秋田県は、県による殺処分決定を引き延ばした。またこれも人間のエゴを感じるわ。結果的に、動物愛護団体などからの支援金及び支援物資があり、県から非常勤職員も派遣され、熊の飼育を続けることになった。それもずっとってわけにはいかないわよね。その後、秋田県は熊の受け入れ先探しに奔走、日本動物園水族館協会に協力を要請。その結果8月、北秋田市市営の阿仁熊牧場が、牧場施設の拡張や財政問題の解決を条件に、全頭受け入れすると表明。2014年には受け入れた熊の収容施設熊熊園がオープンし、一連の事件は解決した。熊熊園では、熊たちも幸せに暮らしていけてるならいいんだけど、まあ参考になるかわからんが、口コミはまずまずのようだ。来園客が満足してるなら、きっと熊も幸せよ。それにしても悲惨な事故だったわね。さっき霊夢が人災と言ったが、雪の処理を怠っただけでなく、餌も満足に用意できておらず、熊は常に飢餓状態だったようだ。熊も逃げざるを得なかったし、人が襲われても仕方ない状態じゃない。さらに事故後も与える餌の量を減らし、飢えと熊同士の抗争で、自然と豚を誘発させ、共食いにより2頭が死亡したという話もある。いやいや、ちょっと待ってよ。そんなのあんまりだわ。まあ経営にはかなり問題があったと言えるだろうな。そして地元で一つ噂になっている話がある。飼育されていたヒグマのうち、数頭が行方知れずになっているのではないかという話だ。え、死んだか、他の施設に引き取られたので全部じゃないの？ずさんな経営をしていたことも、こういった噂に火をつけた可能性はある。しかし実際に赤毛の大型のクマを見たという人は、どう見てもツキノワグマじゃないと言っている。閉園したクマの動物園のヒグマの生き残りが、野生化して地域のツキノワグマと交配して、生まれたのが赤毛のヒグマとツキノワグマのハイブリッド個体ではないかと言われている。なるほど。ちょっと聞きたいんだけど、ヒグマとツキノワグマって、そんなに大きさが違うの？日本のオスのツキノワグマは全長は1メートルから 1.5 メートルくらいと言われている。体重は50キロから120キロくらいだな。ふむふむ。対してオスのヒグマは全長2メートルから3メートル、体重は200から500キロにもなると言われている。ヒグマってめちゃくちゃでかいじゃない。基本的に西とも人間への警戒心が強いと言われているが、ヒグマに関しては最近では OSO18 など、人間の生活圏でも大きな被害を出している。人間は襲われなかったけど、牛が何十頭と襲われたんだったわね確か。またヒグマは日本史上最悪の獣害と言われている、三毛別ヒグマ事件も起こしている。7人も犠牲者が出たのよね。
熊野動物園から脱走したヒグマと対峙した猟友会の人も、月のワグマしか撃ったことがなく、一発で仕留め損なったら反撃でやられると、いつもより緊張感があったそうだ。餌不足で痩せているとはいえ、お腹空いてイライラしてるから、怖かったでしょうね。じゃあスーパー系はハイブリッド個体だったのかしら？どうだろうな、黒い毛をしていて、体重も80キロ程度だった。じゃあやっぱり月のワグマなんじゃない？だが問題は一緒にいたとされる母グマの方だ。体重は推定で120キロほどあったとされ、赤毛だったと言われている。ただ普通の月のワグマも高齢になれば赤毛になると言われているので、断定はできない。だけどハイブリッドである可能性はあるわね。射殺したり、捕獲することはできたの？残念ながら罠を張ったがかいくぐられ、その後は不明。そして2024年にタケノコ狩りの男性を襲ったクマも、まだ捕獲も処分もされていない。いやぁ、せめて人を襲ったクマが処分されてから、入山してほしいわ。でも月のワグマとヒグマが、交配するなんてあり得るの？どうだろうな、以前であればヒグマや月のワグマが海を渡ることなんて想定されていなかったから、考えられていなかったのが、正直なところだろう。でも動物園からの脱走という形で、出会ってしまったのよね。それも推測の域を出ない、正式には全て殺処分、または他の施設へ移動したことになっている。そっか、調べることは難しそうね。だが交配が可能ではないかとされる根拠が一つある。北極熊とグリズリーのハイブリッドがたくさん生まれているんだ。もともと北極熊は北極圏とユーラシア大陸北部に生息、グリズリーは北アメリカに生息していた。あれ、生息域が違うのに、どうやって交配したの？地球温暖化の影響で、北極熊は減少。空いた生息域にグリズリーが北上、反対に北極熊は餌を求めてなんか。結果として、ハイブリッドが生まれた。はい、地球温暖化の影響でハイブリッドが生まれるなんて。ちなみにハイブリッド種は2種の名前からピズリーやグローラー、ポリズリーなどと呼ばれている。でも自然に起こったこととはいえ、遺伝子改良みたいなものでしょう？何か悪影響は起こらないのかしら？一般的に偶発的に生まれたハイブリッド種は、食用や環境の違いで、生存にはあまり適していないと言われている。やっぱり。しかし北極グマとグリズリーのケースでは、ハイブリッドが繁殖できる要因が多いとされている。例えば、北極グマは脂肪分の多いアザラシをメインの食用にする変色化だが、海洋の減少により南下せざるを得ず、アザラシが取れなくなってしまう。一方のグリズリーは好きなものなら何でも食べるグルメであり、食の幅がかなり広い。何でも食べるなんて、マリサみたいね。霊夢が好き嫌い多すぎるだけだぞ。そのおかげで、ハイブリッド種は食用の調達に困っておらず、野生下でも安定した繁殖が進んでいる。さらに、北極海の海氷は、加速度的に減少している。それにより、北極圏と北アメリカの中間域が、ハイブリッド種の生息環境として整い始めている。この傾向が続けば、北極グマはグリズリーに吸収されて、完全にいなくなってしまうだろう。あらら、絶滅が早くなっちゃうじゃない。しかし長い目で見れば、ハイブリッド種の中に遺伝子が残ることで、いつか気候が安定した時に、北極グマが再びグリズリーから分岐しようとしているのかもしれない。北極グマは将来的な復活のために、一種の避難先として、グリズリーとの融合を進めているとも考えられるぜ。なるほど、もう北極グマも自分たちの運命を悟ってるのかもしれないわ。ということは、日本のハイブリッドグマも生まれる可能性はあるわね。だが日本のハイブリッドグマは、あまりいい影響があるとは思えない。ハイブリッドグマが本来本州にいた月のワグマを駆逐してしまう可能性もある。なんか外来種の問題に似てるわ。そうだな、グマの世界でも似たようなことが起こらないとは限らない。まあ正直ハイブリッドなんてものは眉唾ものだと思うぜ。おっと、急に意見が変わったわね。大型の月のワグマである可能性も否定できない。ただ、ハイブリッドの存在を事実として受け止めている人がいることを肝に銘じ、捕獲や調査に力を入れて、ハイブリッドグマの有無をはっきりさせるのもいいかもな。そうね、タケノコを取る人たちも、少しは安心できるかもしれないわ。でもマリサ、これまで紹介した被害者はほとんど山に入っていって被害に遭ってるけど、最近問題になってるのは、住宅地なんかの人が住んでいる場所に現れるクマよね。そうだな、今まで解説してきた内容を振り返ってみれば、ハイブリッドグマに山を追われて、泣く泣く市街地に流入してきた。なんてことも言えるかもしれないが、実情はそうではなく、最初に話した通り餌の凶作が主な原因だ。どんぐりが少なくなっちゃったのよね。しかし理由はそれだけではない。日本の社会問題でもある、地方の高齢化、過疎化も大きな原因の一つになっている。どういうこと？林業や農業に従事する人の高齢化により、手入れされずに放置された森林や耕作放棄地が増え、野生動物の住む山と人間の集落の境界線が、曖昧になっているんだ。
これからも高齢化も過疎化も、止められないでしょうね。特に北海道では、この半世紀で農家数は6分の1になってしまった。だが全体の畑の面積はほぼ変わらないので、農家1個あたりが請け負う仕事量が6倍になっている。いやいや、そんなの農業続けるの無理でしょ。だから大規模な機械を用いた農業の道に進んだんだ。おお、なるほど、アメリカみたい。しかし無人化が進むことで、熊にとっては作物にも近づきやすい状況になった。機械では熊は逃げてくれないか。酪農地帯では飼料の自給率を高めるために、飼料用デントコーンの作付け面積が急増している。そういえば戦争の影響で外国産の穀物が上がってる、ってニュースで言ってたわ。それに加えて円も安くなっている、飼料も国内で賄わないといけない。デントコーンの作付け面積は拡大したが、被害額は10年前から7割も増加。補助金が出ているとはいえ、利益は出ているのかしら。原因としては、デントコーンはビート安いとコーンと並んで熊の好物にもかかわらず、森に隣接する畑で栽培し、電気柵で加工対策が商品作物に比べて、おろそかになっているんだ。へえ、人間が食べるものより、家畜の餌の方が熊にとっては美味しいのね。味の他にも、被害の背景にはデントコーン畑ならではの理由があるんだぜ。茎が高さ2メートルに達するデントコーン畑では、熊の姿が確認しにくく、猟銃の弾が茎に当たってまっすぐ飛ばない可能性があり、駆除が一番難しいそうだ。なるほど、身を隠すのにも、デントコーン畑は適しているわ。被害は収穫時に判明するケースが大半で、農家の人は、いつ襲われてもおかしくないと危機感を募らせている。エゾシカなどは一つずつ実を食べるが、クマはデントコーンをなぎ倒し、その上に座ったり寝転んだりして大量に食べる。もはや実家のような安心感。一度畑に被害が出ると、被害はそこからどんどん大きくなっていく。デントコーン畑ではクマの姿が見えないことから5メートル以内の距離にいても、撃つのは難しいと、猟友会の人は語っている。こちらから仕留めるのも難しいけど、クマ側もいつ仕掛けてくるかわからないのは恐怖だわ。冬眠を控えた8月下旬から冬眠に入る12月までの間は、クマが最も食欲旺盛な時期に入る。春から主食としてきた草本類が、秋の主食となるどんぐりなどの果実類に変わる前の8、9月は、山でクマが食べられる餌が減る一方で、この時期に成長するデントコーンは増えていくんだ。世界情勢が日本のクマに、最適で最高の餌を提供してしまったわけね。スマートでコンパクトな農業は、人口減でも今の豊かさを維持するためには不可欠。だが力を取り戻した野生動物に目を向けず、対応が後手に回ってしまっているのが現状だ。人間側ができる対策は何かないの？もちろん人間側も何もしないわけではない。クマを退治してくれる猟友会やハンターもいる。おお、そうだわ。クマが現れたら、鉄砲でバーンとやっちゃってほしいわ。ただこのハンターの皆さんも様々な悩みを抱えている。クマを撃退する頼りになる存在、猟友会やハンターたちは、クマの被害に反比例するように、なり手がどんどん不足している。理由は何かあるの？一つは報酬の問題だ。捕獲や出動に応じて行政から報酬は得られるが、生計を立てられるほどではなく、狩猟離れにつながっていると見られる。そんなに報酬って少ないの？北海道内江町では、町が提示した額は日当が8500円、発砲した場合は13000円だった。いやー、熊は相手にこの額じゃ。北海道内の他の自治体、例えば札幌市では、出動1回25300円、捕獲、運搬した場合36300円。他の自治体も捕獲報奨金10万円が加算されたり、報酬の増額を行っている。他の自治体と比べても、かなり差があるわね。まあ自治体によって税収に差があるのはわかるが、猟友会側も命を懸けてやっているわけだからな。内江町でも日当の増額を検討していたが、交渉は決裂。結果的に猟友会に属していない地元のハンターに依頼したり、町職員がパトロールをしている状況だ。いやー、町職員に被害が出ないといいけど。しかし今までも報酬の問題はあったはずで、熊の急増に伴い、やっと目が向けられた問題だ。鳥獣駆除は狩猟者のボランティア精神で成り立っている部分があった。報酬の増加や有害鳥獣を有効活用して、利益が得られる仕組みがあれば、狩猟者の将来的な確保につながるはずだぜ。そうね、この前ジビエ料理のお店に行ったけど、結構美味しかったわよ。そしてもう一つはハンターの高齢化だ。なんか農業の問題と一緒だわ。若い世代の猟友会加入を進めようと、独自に狩猟免許を取得する際に、補助金を出す自治体もある。今クマを駆除してくれている世代がいなくなったら、困る地域もたくさん出てきそう。でも家族とか仕事との折り合いもあるだろうから、積極的に参加するのも難しいでしょうね。そうだな、正直これも報酬や補助次第なのかもしれない。実はもう一つ理由があるんだが、これはあまり話題に出したくないんだ。
何よマリサらしくもない?言いなさいよ。何か苦情すると、どこからともなくクマがかわいそうという連絡が入るらしいぜ。ほならね、お前が解決。おっと霊夢そこまでだ、面倒くさくなりそうだからやっぱり深く語るのはやめておこう。わかったわ、でも苦情を入れる人がどこに住んでるのかははっきりしてほしいところね。でも私たちもいつクマに出会うかわからないわね。そうだな、だがまず第一に出会う確率を下げることが大切だ。もし山に入る場合、人を襲ったことがあるクマがいる可能性がある場合は、入山をやめるべきだ。そうね、事故を拡大させないためにも、やめてほしいところだわ。危険なクマがいない場合にも、単独行動を避け、できるだけ複数で行動する。ゴミは必ず持ち帰る、などが重要だ。あとほとんどのクマは人の気配を感じると逃げるので、鈴やラジオなどの音出しは有効な事故防止策になるぞ。基本的にクマは臆病なのね。ただ人を襲ったことがあるクマには、鈴やラジオも効果がないので、やはり入山は避けなければいけない。入山しても大丈夫か、ということを知っておかないと。そうだな、持ち物が奪われた、後をつけられたなど、積極的に人に接近するクマと遭遇した場合は、必ず市町村もしくは警察に通報し、情報を共有することが一番重要かもしれない。情報が人間の一番の武器だわ。次は集落で遭遇しないための対策だ。まずは集落においても情報が大事、SNS などでもクマの目撃情報は共有されているはずだ。目撃情報のあった近くを通るときは、スマートフォンなどで音を出して、人の存在をアピールしながら行動し、鉢合わせを避けるといいぜ。鈴の代わりになるものがあればいいわね。藪の近くや河川沿い、見通しの悪い場所では特に気をつけておこう。また家屋においては、車庫や物置の扉は普段から閉めておく。生ゴミなどクマが食べるものを屋外に放置しない。家の周囲は草は刈り払い、見通しを良くする。クマが実を食べる可能性のある庭木は、伐採するなど早めに対策する。柿の実とか人間が食べるものもあるから、もったいないけどクマが出たら仕方ないわ。まあ農家だったり商売として育てている場合は、電気柵で囲ったりしていると思うけどな。一般家庭ではそこまではできないわよ。だが対策をしていてもどうしてもクマと遭遇してしまうこともあるだろう。そうね、その時のことも知りたいわ。もしもクマと遭遇してしまったら、ゆっくりと後ずさりしながらクマとの距離を取り、静かにその場を立ち去るんだ。絶対に背中を見せて走って逃げてはダメだぜ。背中の傷は剣士の恥だ。まあそういうことではないが、クマに会った時のために、ワンピースは必読かもしれない。ワンピースを思い出す余裕があればだけどね。住宅地では建物や車の中に避難するのがベスト。避難が間に合わない場合は、電柱や塀など、自分とクマとの間に遮蔽物を挟んでやり過ごそう。なんとか攻撃を受けないようにしないとダメだわ。でも攻撃を受けてしまいそうな場合に備えて、クマを退けるためにクマ撃退スプレーが有効だ。大体強力な唐辛子成分が入っているので、人には絶対向けないようにしてくれ。麻婆豆腐とか火じゃなさそうね。スプレーもない、隠れるところもない、そういう時は、顔や首を守る防御姿勢を取るしかない。ただこれは命の身を守る最終手段で、攻撃を受けたら大きな障害が残る可能性もあるから、絶対絶命の状況に追い込まれないよう、熊に近づく危険性があるときは、万全の対策をしていってほしいぜ。そうね、でもできればお互い住み分けしながら共存していきたいところだわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、もう私、海で泳ぐことができないかもしれないわ。いきなりどうした？お前海で泳ぐの好きじゃないか。だって、海には凶悪な人食いクジラがいるって噂を聞いてしまって、そんな化け物がいるなら、もう海で泳がない方がいいんじゃないかと。ああ、確かに、海には、人間を襲い続けた伝説のクジラがいるなぁ。それじゃあ、今回は、人間を襲う?伝説の人食いクジラについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢が言っている人食いクジラというのは、おそらくポルピュリオスのことだろうな。ポルピュリオス、そういう名前なんだ。なんだか神様の名前みたいね。ポルピュリオスの伝説はかなり古く、目撃情報は1500年ほど前、6世紀まで遡る。東ローマ帝国の歴史家、プロコピウスにより伝えられた存在なんだそうだ。誰に伝えられたかっていうより、6世紀からの伝説が今も残ってるのがすごいわ。かなり古い情報というのも確かにすごいが、この怪物のすごいところは、半世紀、つまり50年もの間ずっと語られ続けていたという点にある。50年も?確かにクジラって長生きなイメージはあるけど、その間ずっと人間を食べていたのかしら。
話を続けさせてもらうと、このポルピュリオスは、幾多もの船を沈めたシーモンスターとして名を馳せ、同時代に活躍した戦車兵ポルピュリオス、もしくはギリシア神話に登場する巨人ポルピュリオス、から名前を取ってきたと考えられている。いずれの名前も、深紫を意味するポルフィーラの意味が含まれていると考えられており、これはポルピュリオスの退職も意味しているんじゃないかと言われているんだ。深紫のクジラって聞いたこともないけど、普通クジラって黒とか、黒っぽい青とかじゃない？まあ確かに、紫のクジラだなんて聞いたことはないわな。残念なことに、図版や詳しい特徴を記した文献が残っていないことから、クジラの種類に関しては一切わかっていない。ただわかっているのは、ポルピュリオスの体長が約14メートルであること、体の幅は約 4.5 メートルほどであったということくらいなんだ。14メートルか、クジラとしては中型くらいに位置する大きさね。14メートルって言うと、現存するクジラの中だとどれが一番近いかしら。現存するクジラの中だと、マッコウクジラが一番近いんじゃないかと言われている。体長的にはオスのマッコウクジラだと平均16メートルくらいになる。まあ大きく外れているほどの数字ではない。さらにマッコウクジラは海底ではあのダイオウイカと戦っているとも言われている種だ。そのためクジラの中でも気性が荒く、人間を食べるというのもあながち間違っていないのでは、ないかと考えられているみたいだな。そういえばダイオウイカの吸盤の跡が皮膚に残っている話とか聞いたことある。でも、本当にマッコウクジラが人間を食べることなんてあるのかしら？実際問題、マッコウクジラの食道は人間が通れるほど広くないという話もあるんだが、19世紀後半に、実際にマッコウクジラに飲み込まれた人物がいたという情報もあるから、どっちが真相なのかはいまいちわかってないな。え？ちょっと待って、マッコウクジラに飲み込まれた人が19世紀後半にいたって？ああ、飲み込まれてから数日後、捕獲されたクジラの中で生きていたというすごいニュースだ。だ、確かにものすごくすごいわそれは、そんな恐ろしいことが起きていたなんて。一応、19世紀後半に実際にそういう事件があるわけだし、過去に人間を食べたという事例があっても、おかしくはないんじゃないかと思うぜ。ちなみに、研究者の中では他にも、シャチが正体なんじゃないかというものもいた。ええ？シャチはさすがにないんじゃないかしら？だって14メートルなんでしょう？シャチってせいぜい6メートルくらいだと思うし、一応、シャチの最大クラスは10メートル級まで成長することがあるみたいだが、14メートルというのがもしも当時の人たちの勘違いなのであれば、シャチはどう猛な肉食獣であることから、人の味を覚え、人を頻繁に襲う怪物に、なっていた可能性は、確かにあるかもしれないとは思ったぜ。あんまり当時の人を疑いたくはないし、人の味を覚えたシャチって、まるでクマみたいなことを言うじゃない。でもシャチって賢いらしいから、味覚も発達してたりするのかしら。ああ恐ろしい。続いてポルピュリオスが出現していたという海域についてだが、出現場所は、コンスタンティンノープルの海域らしいぜ。現在でいうとトルコ共和国のイスタンブール、ヨーロッパ側旧市街の半島部分だ。有名な国会がある場所でもあるな。しかし、国会は被害が深刻だったそうだ。え、そうなの？国会の立地を見てほしいんだが、広い海と多少繋がっているとはいえ、閉鎖的な場所だ。確かにこうしてみるとかなり閉鎖的ねえ。こんな場所でもし人食いクジラが現れたら、基本的に立ち入り禁止にしたくなるよな。しかし、国会を通って船舶が移動することがしばしば。そうなると、待ってましたと言わんばかりにポルピュリオスが現れて船を襲う。という事例が数多く起きてしまっていたみたいだぜ。悲しすぎる、っていうか、人間を襲うだけだったらわざわざ船を襲う必要はなくない？当時の出来事だから、船ごと襲う理由は定かではないが、シャチは一説によると、遊び食べをする種であるという話もあるんだよ。あ、遊び食べ？有名なもので、アザラシを海面から跳ね上げながら食べるという行動が確認されている。これはあくまでも子供に狩りの方法を教えるためで、命をもて遊んでいるわけでは、ないのではないか？という説もあるんだが、本当のところはわかっていない。本当に命を冒涜している可能性もあるってことなんだ。もしそうならひどいわね。この遊び食べが本当だとして、ポルピュリオスが巨大なシャチなんだとしたら、船を襲うのは人間を食べる上で、船を襲うのが楽しいからだということも考えられる。でも、半世紀以上も伝説を残し続けた怪物なのよね。シャチって半世紀以上も生きるものなの？シャチもクジラの仲間なだけあって、寿命は長いぜ。短いものでも20から30年。平均は50から60年になるらしい。水族館などの飼育環境で適切に飼育すれば、90歳くらいまで生きることも可能らしい。90歳？人間だって軽くそこまで行くのは難しいっていうのに、長寿な生き物ねえ。まだクジラなのかシャチなのかはっきりはしていないが、もし本当にシャチなら、50年にわたって人間の味を覚え、襲い続けたということになるわけだからな。
どれほど凶悪かは、なんとなく想像がつくだろう。確かにねー、50年も続くってことは、きっと対策しようと思ってもできなかったんでしょう。当時、東ローマ帝国ユスティニアヌス王朝の皇帝、ユスティニアヌス一世は、ポルピュリオスの存在に非常に頭を悩ませていて、どうにか捕獲できないかと画策していたらしい。人間側の策略はことごとく突破されてしまい、結局何もできないままだったみたいだぜ。恐ろしすぎる、諦めて、寿命で亡くなるのを待つしかないのかしら。そう思われていたみたいだが、少ないポルピュリオスの資料の中で、面白い記述が残されていた。なんとポルピュリオスが、国会でイルカを追って、河口近くに入り込んでいた時、勢い余って浅瀬で座礁してしまったらしいんだ。え？座礁？そんなことが起きるんだ。海の生き物あるあるだな。獲物を追いかけていたら、いつの間にか海上に出てしまって戻れなくなる。もし本当にシャチだった場合、座礁したところで自力で戻る能力はあるはずなんだが、自力で戻れないほど浅瀬に行ってしまったのか、はたまた別の生き物だったのかは謎のままだぜ。さて、とにかく浅瀬に座礁したまま戻れなくなったポルピュリオスは、住人たちに見つかると、すぐさま取り囲まれ、ロープで縛り上げられ陸へ引っ張り出されたそうだ。あわわ、これまで散々好き勝手されてきたわけだけど、こういう状況になると少しかわいそうかも。陸に上げられたポルピュリオスに待っているのは、当然、住民たちによる攻撃だ。住民たちは積年の恨みとでも言うかのように、斧をポルピュリオスに振り下ろした。ひぃ、わかってはいるけど、やっぱりちょっとかわいそうな気がしてきてしまうわ。そして住民たちは、解体したポルピュリオスの肉を頬張りながら、祝杯をあげたと言われている。しかし、これが本当にポルピュリオスだったのか？という疑問は残るんだ。この捕獲以降、確かにポルピュリオスは現れなくなったらしいんだが、もともと断続的に姿を現していたため、何年も現れない期間もあったらしいんだよ。え、っていうことはつまり、まだ悲劇は起きる可能性があるってこと？どうだろうな。自然界におけるシャチの50年は、もうほぼ老衰で弱りきっているはず。それなのに獲物を追って座礁するというのも、少し不自然ではあるんだ。もしかしたら体は弱りきっていて、すでに、船や他の素早い生き物を狙う元気はなかったかもしれない。なるほど、それじゃあ解体されたのはポルピュリオスじゃないかもしれないんだ。もしかしたら、まだまだイルカを追えるような元気なクジラ類を、ポルピュリオスと勘違いして、解体して喜びに浸っている間、ポルピュリオスは静かに余生を過ごしていたのかもしれないな。まあでも、それはそれでいいんじゃないかしら。確かにたくさんの人間を襲ったかもしれないけど、かといって恨みを晴らすために複数人で取り囲んで斧を振り下ろすというのは、ちょっと人間としてはどうかと思ってしまうから。まあ、それは確かにそうだよな。いくら恨んでいるからといって、しかし、命へのリスペクトだけは忘れず、解体した肉を食べたのだけは評価できるぜ。結局正体が何なのかわからず、そもそもポルピュリオス本体だったのかどうかもわからないまま、この事件は幕を閉じることになったというわけだ。もし現代に人食いのクジラがいたとしたら、ああ恐ろしい。続いて紹介するのは、シーサーペント事件だ。え？ちょっと待ってよマリサ？シーサーペント？クジラの話じゃなくて？シーサーペントはクジラじゃないわよ。まあ落ち着け。まずは静かに話を聞いてほしい。時は1879年4月、日本の汽船がとある沖を運航していた時の出来事だ。午前11時15分、船長と航海士が、400メートル先でクジラが海上に上がるのを見た。おお、もしかして早速事件発生かしら？慌てるな。これはクジラがトルブリーチングという行動だ。これは体についている寄生虫を取ったり、仲間との通信が目的だと考えられている。なんだ事件じゃないのか、でもこんな巨体がそんなにダイナミックな動きをすると、それだけで何か事件が起きたんじゃないかと勘ぐってしまうわね。まあ気持ちはわかるけどな。さて、船長と航海士はブリーチングしているクジラを見て、特に何も思っていなかったんだが、何度もブリーチングをしている姿を見て、ある違和感を持った。そのブリーチングは、体すべてが海上に出ているんだ。え？それって違和感があることなの？高いジャンプをしても、尻尾部分くらいは海面についているのが一般的だ。それなのに全身が出ているのは、少し奇妙に感じられる。船長と航海士は不思議に思い、双眼鏡でクジラの様子を確認することにした。そしてクジラが再び海上に上がった時、驚くべきものが見つかった。クジラの腹に、何やら蛇のような細長い何か生物が付着しているのが確認できたんだ。え、蛇？一体どういうこと？どうやらクジラは、ブリーチングでそれを引き剥がそうとしているようだった。何度もブリーチングをしているうちにそれは剥がれ落ちたみたいなんだが、クジラが海中へと戻っていくとき、その細長い謎の物体が、海上に直立していたらしい。実際のイラストも残されているが、様子としてはこんな状況だったとか。
明らかに不自然すぎるわね。こんな謎の物体、見たことも聞いたこともないわ。大きさは、見えている部分だけで9メートルはあったと言われている。10秒ほどそのままの姿勢でいたらしいんだが、海上から見えている先端が頭部なのか、先端から水中に向かって飛び込むように入っていき、そのまま姿を消してしまったらしい。すべてが謎だわ。なるほど、クジラを襲うほどの巨大な蛇型生物だからシーサーペント。そういうことだ。目撃された生物はおそらく実中ハッククジラを捕食しようとしていたんだろう。ただ、シーサーペントといえば、あるものが正体だという話もあるから、すぐに信じすぎてもいけない話なんだよな。え？シーサーペントの正体って、何か候補があったっけ？海の中で、巨大な細長いものが現れると言ったら、クジラのあれが候補に上がってくるんだよ。あれって？まあ口で伝えるとこのチャンネルが危ないから、画像だけ見せておくことにするぜ。これって、もしかしてクジラのあれ？そう。クジラのあれだ。これはザトウクジラのものだな。体の大きいヒゲクジラ類。その中でも最大種のシロナガスクジラ。そいつのあれの大きさは、直径30から36センチ。長さは 2.4 から3メートル。長さだけで人間の背丈を軽く超えてくるばかりか。2倍近くもあるんだから、今までのシーサーペントもクジラのあれなんじゃないか？という噂がある。シラ大変みたいねー。でもちょっと待って、今回船長と航海士が目撃したのは、9メートルの細長い物体だったんでしょう？クジラのあれが3メートルだったとしても、その細長い生物には該当しないんじゃない？お、いいところに気がついたな。まさにその通りだ。例の生物のサイズは確かに大きめだ。となると、おそらく例の怪物はクジラのあれではなかったんじゃないかと思われる。そうよそうよ。それに、10秒ほど海上で直立していたんでしょう？クジラからちぎれたあれだったら、10秒も直立したりしないわよね？だとしたら、クジラを襲っていたように見えたものは、本当にシーサーペントだったのかもしれないな。でもスケッチの様子を見る限り、海上にあるのが頭だとして、クジラを襲うための牙とかがないように思えるのよ。これでどうやってクジラを襲うっていうの？400メートルほど先での出来事だったんだから、そんなに詳細に見ることはできないと思うが、私の中ではこのシーサーペント、ある正体が候補として上がっているんだよ。え？そうなの？じゃあ教えてよ、一体何が正体だっていうの？今回の怪物の正体、それは、ダイオウイカだ。また出たダイオウイカ、ズキネイダイオウイカ。そんな言い方するなよ、でも、結構いい線いっていると思うぜ。ダイオウイカは大きくなればクジラだって捕食対象になるんだからな。400メートル先だったから、イカとして認識するのが難しかったのかもしれないし、最後に海上から上がって見えていたのは、イカの足の部分だったんじゃないかと思うんだ。どうなのかしら？それでも、見えている部分だけで9メートルあったんでしょ？ダイオウイカの足の長さってどれくらいよ？ギネスブックによると、1939年にノルウェーで捕獲されたダイオウイカが、外頭膜と腕の長さで13メートル。そして触腕だけで 8.7 メートルあったらしい。それじゃあ、ギネスに登録されるほどの最大サイズなら、正体がダイオウイカっていうのもあるのね。そういうことだ。単純に計算して、体長20メートルを超えるサイズをしているわけだからな。そこまでのサイズになっている化け物だ。10メートル級のクジラくらい捕食対象になる。じゃあ、相手はマッコウクジラだったのかしら？よく喧嘩をしているイメージがあるけど、どうだろうな。何もダイオウイカだってクジラといえばマッコウクジラしか襲わない、ということもないだろう。おそらく自分が襲えそうなサイズの生き物だったら、とりあえず襲ってると思うんだよ。だとしてもねえ、ダイオウイカが正体か。なんだ？何か不服がありそうだな。不服というか、せっかくなら未確認生物が正体であって欲しかったなというだけで。まあ、霊夢からしたらそうかもしれないな。しかし、一応未確認生物の可能性だってあるぜ。ギネス記録で載っているダイオウイカのサイズをあくまでも参考にしたまでで。もしかしたら本当にシーサーペントがクジラを襲っていたのかもしれないし、仮にイカだとしても、まだ発見されていない新種のイカ、それこそクラーケンとでも言えるような生き物かも。クラーケンねえ、どっちにしても、クジラが捕食対象になっちゃうような化け物。人間が仮に海で出会ったら、何もできないまま捕食されてしまうに決まってるでしょうね。まあその可能性ももちろんあるだろうが、私としては少しロマンを感じているぜ。ええ？どうしてよ。クジラたちはもしかしたら、人間を捕食することがあるかもしれないことが今回わかっただろう？しかし、そのクジラを捕食する存在がいるのかもしれない。クジラほどの巨体が捕食されるなんてこと、ほぼありえないと思われていたのに、今回その常識が覆されるかもしれないんだ。とんでもないことだと思うぜ。ましてや、その食物連鎖のサイクルに人間も組み込まれているかもしれないと思うと、なんだかちょっとワクワクしてこないか？
いやいやいや、人間が食べられるのはさすがに嫌よ。しかも何十年も人間を襲うようなヤバい生き物。すぐにこの世から絶滅してほしいわ。ロマンってものがないなお前は。まあしかし、霊夢に一応伝えておくと、まだクジラの中にも、未確認の新種がいると言われているから。もしかしたらそいつが、霊の人食いクジラの可能性もあると言われているみたいだぜ。未確認のクジラ？そんなのがいるの？未確認生物の一種として、ジグリオオリクジラと呼ばれる存在がいる。クジラの中でも珍しく、セピア色の体色をしていて、シャチに似た姿をしているとも言われる。体長はおよそ18メートル。気性も荒く、危険な生物だと考えられている。そんな面白いクジラがいたなんて、あれ？じゃあもしかして、ローマ帝国を襲っていたっていうポルピュリオスは、そのジグリオオリクジラが正体なんじゃ？そこまではちょっと断定しきれないな。ジグリオオリクジラが現れていたのはソマリア沖。国会からはかなり離れている。移動してくるとはあまり考えられない。とは言っても、禁煙種がいて、そいつが人間を襲っていた可能性はあるかもしれないな。やっぱりそうだったんだ。恐ろしい話だわ。未確認のクジラだなんて。でも、18メートルもの巨体なのに、まだ未確認のままなの？そんなに見つかってないの？ジグリオオリクジラは、どうやら一度発見されてからというもの、目撃情報がなくなってしまったらしい。たった一回しか目撃されてない生き物なんだ。なんじゃそりゃ？全然目撃されてないんじゃない。でも、セピア色の体色っていうのは確かにちょっと珍しいかもねー。特徴的なのは体色だけじゃない。クジラの中では珍しく、背びれが2つあることが確認されている。背びれが2つ？一体どういう役割が？さあな。全く研究がされてないんだから、何に使っているかなんてわかるはずもない。しかし、これだけ海の中にはいろんな謎が隠されているんだ。人食いクジラくらいでビビってちゃー、この先海に行くことなんて絶対できないぜ。確かにそうかもしれないわね。さっきのシーサーペント事件のこともあるし、人間が思っている以上に、海は危険なところかもしれない。私、もう海で泳ぐことができないかもしれないわ。まあ、そんなに悲観的になる必要もないぜ。今回紹介したのがレアケースなだけで、本来はクジラというのは温厚な生き物だ。日本でも何箇所か、クジラと一緒に泳げる海水浴場なんかがあるわけだしな。え？そんなところがあったとは知らなかった。そこのクジラって、人間を襲うような危険なクジラはいないわよね？もしそんなのがいたら速攻で営業停止になるだろ。よかったー。それじゃあ私、そういう安全な海で今後遊ぶことにするわね。沖の方に行ったら飢えた化け物たちが遊泳しているに決まってるんだもの。管理の行き届いた安全な海で泳ぐのがやっぱり一番よね。まあ、管理が行き届いている場所でも事故が起きる可能性はあるんだけどな。網が設置された海水浴場でも、時々網の抜け穴を見つけてサメが遊泳コースに迷い込むことがあるし、なんならクラゲが大量発生して、人間を刺すこともあるし。マリサ？なんだ？あんたはどうしてそう、人が楽しみにしてることをことごとく邪魔するのよ。私だって海で遊びたいのに、海が危険だって話ばかり。私はただ、海の危険と生き物の面白さや、不思議さを知ってほしいと思ってるだけだぜ。でもまあ、今回人食いクジラの話を聞けて、面白い生物がたくさんいるって分かって楽しかったわ。今後海で泳ぐかどうかはちょっと悩むけど、多様な生態系があるっていうのは、やっぱりロマンがあるわねー。こいつ無理やり締めようとしてやがるぜ。まあしかし、多様な生態系っていうのは確かにな。まだまだ海の中には未知の生物が大量にいる。人類が海について把握しているのは、全体の 5% ほどだと言われているし。今後調査を進めていくたびに、今までの常識が覆されるような事実が発見されるかもしれない。もしかしたら人食いクジラどころか人食いイルカ、人食いアザラシ、人食いラッコや人食いバクテリアなんかも発見されるかもしれないな。何でもかんでも人食いってつければ恐ろしくなるわけじゃないわよ。人食いラッコってちょっと可愛げがありそうじゃない。まあ、海のことが解明されていくたびに、ちょくちょく私の方でも霊夢に話をしてやる。まだ海の生物に関して、話せていない生き物はたくさんいるわけだしな。まだそんな化け物がたくさんいるの？これ以上話を聞いたらさすがに怖くなって、海で泳げないどころか、海に近づくことすら嫌になってくるんだけど。まあ、行くか行かないかはお前の自由だからそれは好きにしたらいいんじゃないか？ひどい、マリサが私を脅して海に入れなくしているのに。どこまでも被害者面だなお前は、今後また危険生物の情報が入ったら、真っ先にお前に伝えてビビらせてやるからな、覚えておくんだぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ネッシーを見に行きましょうよ。おう？急にどうしてネッシーなんだ、ネッシーの話なら散々してきただろうが。確かに話は散々したかもしれないけど、なんだかんだ一度も実物は見たことがないでしょう？
一度だけでいいから、実物を見てみたいのよ。そうは言ってもな、ネッシーなんて簡単に見れるようなものじゃないってことは知ってるだろ。他に、まだ見つけることが可能そうな生き物を探すことをおすすめするぜ。例えばツチノコとか。いやだー、ツチノコなんて探しても、ちっとも楽しくない。ネッシーじゃなきゃ認めないわ。わがままなやつだぜ、そうだ。そんなに言うんだったらネッシータイプの違う生き物はどうだ？ネッシータイプの違う生き物？そんな生き物がいるの？それじゃあ、今回はロシアのネッシー、ネスキーについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ロシアのネッシー？そんなのがいるの？日本にはクッシーとかイッシーとか、たくさんいるってことは知ってるんだけど、一応、ネッシータイプだと思われる未確認生物は世界各国で確認はされているんだが、ロシアのネッシータイプの未確認生物は、ネスキーと呼ばれているらしいぜ。ほう、ネスキーねえ、それは一体どういう生き物なのかしら？ネスキーは、旧ソ連時代に存在を明らかにされたらしく、その姿は目撃者によって様々な見解がされている。ある人はネッシーのような長い首をしているといい、またある人は巨大な蛇のようだったとも言っている。蛇なのかネッシーなのか。しかし、大きなヒレ顔が確認された、という話もあるから、蛇というのはなかなか少ないようだぜ。まあでも、実際にネッシータイプだって言われてるならそんなに真新しさもないんでしょうね。きっとロシア版ネッシーっていうだけで、他には特徴はないんだわ。霊夢、それは違うぜ。ネスキーにはネッシーにない、あるとんでもない特徴があるんだ。あ、あるとんでもない特徴？その特徴というのは、非常に凶暴な性格をしていて、釣り船を襲って人間を湖の中へ引きずり込むというんだ。めちゃくちゃ危険な生物じゃない。2000年代に入ってからもその被害は出ているらしく、2007年から3年間で、なんと19人もの人が、行方不明になっているという情報もあるくらいだ。恐ろしすぎる。でもちょっと待って。あくまでも行方不明者なんでしょう。だったらそのネスキーにやられたかどうかはわからないんじゃないの？残念ながら、ネスキーが潜んでいると言われているノボシビルスクのチェイニー湖の水辺で、打ち上げられていた死体に、巨大な歯型が残されていたことが確認されているんだ。湖にサメなんているわけがないし、明らかに何か危険な生物が湖に潜んでいると考えられるようになった。そんな。そして2010年7月、59歳の男性がネスキーに襲われ、そのまま帰らぬ人になったという情報が出た。そんな、かわいそうすぎるわ。襲われた男性を見ていた漁師が、浜辺から300メートルほど離れたところに男性がいて、彼は餌の仕掛けに何か大きなものが引っかかったので、それを外そうとしていたと語っていた。ボートの縁に立ち、餌の仕掛けを外そうとしたその直後何か巨大な生物が、船を転覆させるほどの力で、引っ張ってきたらしいんだ。ひえ、そんな恐ろしいことが？被害男性はそのまま湖に投げ出され、岸まで泳ごうとしたが、あと一歩間に合わなかった、という。近くで見ていたら、よりその恐ろしさを感じたことでしょう。被害男性のご冥福をお祈りするわ。他に被害者が出た時にも、目撃者がいたらしいんだが、船が転覆した時、天気は晴れで波も静かだった。転覆するような理由が一切ない、と語っていたらしいぜ。なるほど、それじゃあやっぱり見間違いとかじゃなくて何かしらの危険生物が原因だと。ただ、少し謎もあるようで、ネス湖はかなり深さのある湖であるのに対し、チェイニー湖は深さ約7メートルとさほど深い湖ではないということだ。そんな浅い湖に、果たして巨大な未確認生物が潜っていられるような場所があるか？とも言われている。へえ、確かに、7メートルくらいじゃ、人間を襲うほど巨大な生き物がいるとも思えないわね。一説には、観光客が増えたことによって、湖周辺が騒がしくなり、巨大な生物の怒りを買ったのではないか？という話も出ているみたいなんだが、どっちみち姿を現してないんじゃな。さて、人間を恐怖のどん底へと叩き込む正体不明のネスキーだが、一体何が正体か、様々な議論がされているみたいだぜ。やっぱり未確認生物といえば、正体の考察が醍醐味だからね。まず候補に上がったのは、目撃情報の中にもあったヘビという説だぜ。ヘビか、確かに細長い体なら、ある程度大きくても丸まってしまえば浅い湖にも入れそうね。それに、陸地に上がることもできるから、もしも湖を調査したって時にも、陸地の草むらにでも隠れることができそうだしね。そうだな、しかしヘビが正体だとすると、ちょっとした矛盾も生じてしまうんだよ。え？矛盾？ヘビという生き物は基本的に獲物を丸飲みにするものだ。獲物を噛み切るための牙を持っていないからな。あ、確かに、言われてみれば。しかし被害者の死体が打ち上げられていた時には、
何か巨大な生物に食べられたような歯型があったという。そうなると、蛇が正体というのは少し疑問を覚えるよな。確かに、じゃあ他に正体の候補があるのかしら？もちろんあるぜ。他には、巨大なワニが正体という説だ。ワニか、確かにワニなら牙がいくつもあるから、噛み切られるっていうのもわかるわね。でも、ワニだったら探せばすぐに見つけることもできそうな気がするけどね。それに、ワニって水面に顔を出してることが多いイメージがあるんだけど、そうでもないのかしら？霊夢の言う通り、ワニだったら水面に顔を出して獲物が来るのを待つ傾向がある。だからワニがいたら割とすぐに確認することもできるはずなんだが、それもなかった。そもそも、変温動物が生きていくには、チェイニー湖は少々悪環境とも言える。あら、そうなの？チェイニー湖は寒い時期になると湖面に氷が張るからな。水中にいては息ができなくなるし、そもそも寒くて、変温動物が過ごすことが難しい環境になるんだ。だからヘビやワニが正体という説は、なかなか無理がある話じゃないかな、とも思う。なるほど、ワニは結構信憑性のある話だと思ったんだけどね。それじゃあ、他に何が正体として候補に上がってるの？そこはもう、ネッシー系の生き物が正体ではないか、という説が出てくるんだよ。おお、出てきたわね、ネッシー系が正体説。やっぱりみんな、心のどこかでネッシーを求めてるのよ。ネッシーといえば、プレシオサウルスがよく候補として上がってくるわけだが、プレシオサウルスが人間を襲うかどうかなんて全くわからない。しかし、ネッシーがプレシオサウルスだとすると、ネッシーが人間を襲ったという情報はないわけだから、それを踏まえると、ネスキーはプレシオサウルスではないもっと別の生き物ではないかと思う。もっと別の生き物ねえ、でも首長竜には違いないのかしら。目撃情報の多くにも首長竜だったという情報があるし、その方面から探した方がいいかもしれないな。とはいえ、肉食の首長竜か、一応首長竜は魚を主に食べていたとされるから、どれも肉食であるとは言えるんだが、人間を食べるかと言われるとな。プレシオサウルス以外で、魚を食べていた首長竜って他にはいないのかしら？候補としては、エラスモサウルスという恐竜が上がってくると思うぜ。おお、牙が鋭いわねー。確かにこれなら肉食って言われても納得できそうだわ。鋭い牙で、人間を思い切り襲うのも結構想像しやすいかも。とは言っても、このエラスモサウルスもあくまで魚を主に食べていたとされる生物だからな。しかし、なんとか絶滅を免れて、現代まで生き延び、人間という獲物が見つかるようになって、食べられる餌が増えたという考え方もできる。ふむ、人間からしたらたまったもんじゃないけどね。でも、首長竜だとしたら、やっぱり疑問になるのはどこに潜んでいるかよ。だってチェイニー湖は深さ7メートルしかない浅い湖なんでしょう？そんな湖のどこに隠れているっていうの？調べたらすぐに見つかってしまうわよ。うむ、湖に潜む系の未確認生物に共通して言われていることなんだが、もしかしたらチェイニー湖は、どこか他の湖と繋がる穴が開いているんじゃないかと考えられる。あ、穴ねえ、湖の底の方に、通り道になるような穴があるってこと？そういうことだ。どんな巨大生物でも通れるような穴が開いていて、チェイニー湖を探索しようとした時、たまたまその穴を通って、別の湖へと逃げているんじゃないかとも考えられる。そんな都合よく逃げることができるのかしら。にわかには信じがたいわ。まあな、しかしどうも情報を見ていると、ネスキーを探したという記録がないようなんだよ。え？そうなの？なんで？なんでだろうな、19人も被害者が出ていて、明らかに危険な生物がいるはずなのに、なぜか湖のことを調べようとしないなんて、いや、もしかしたら湖の中を調べて、被害者が沈んでいないかの確認くらいはされたのかもしれないが、その際に巨大な生物がいたという情報は一切出ていないようだ。いろいろ謎すぎるわね。そこまで行くと、本当にネスキーなんているのか、とも思えてくる。そうなんだよな。もしかしたら他のネッシー系未確認生物同様、町おこしのために生み出されただけの、架空の存在かもしれないと思ったんだが、それにしては、被害者が出ているという触れ込みは、少し不謹慎すぎる気がする。どっちなのかしら、本当に被害者が出ているのか、もしかしたら嘘なのか。どっちかはわからないが、今後ちゃんと調査が進めば、何かわかるかもしれないな。さて、ネスキーに関しての情報は以上になるが、もしかしたらネスキーと何か関係があるかもしれない。とある生物についても紹介をしていこうと思う。ネスキーに関係がある？一体どういう生き物かしら。シベリアの南東部にある湖、ラビンキルコ。深さは52メートルとかなり深めの湖だ。日本でいうところの浜名湖ほどの大きさがあり、不凍湖としても有名みたいだぜ。へえ、不凍湖、それなら生物も結構多そうな気がしてくるわね。この湖の中には、怪物が住んでいると昔から言われているらしいんだよ。何？怪物ですって？それは聞き捨てならないわ。
怪物の伝説の一つには、この湖に訪れるカモウチに行った漁師が、湖面に落ちた鳥を自分の猟犬に取りに行かせたところ、突如湖から巨大な口をした怪物が現れ、猟犬を丸飲みにしたという話が伝わっているそうだ。そんな、可愛いワンちゃんが丸飲みだなんて、かわいそうすぎるんだけど、その伝説があるから、ラビンキルコで化け物の正体を探ろうと、研究者がやってきたらしい。その研究者は、漁業用の網を仕掛けて生物がかからないか待っていたらしいんだが、翌日見に行ってみると、網は何かによって大きな穴が開けられていたそうだ。そんな、漁業用の網なら、そう簡単に破れるものじゃないわよね。そうだな。少なくとも普通の魚なんかに破られるようなものではない。それが簡単に破られたってことは、やっぱりラビンキルコには何かいるってことだ。恐ろしい、そんなところに何がいるのかしら。まだ正体は不明だが、一旦何か未知の生物がいると仮定した上で、その生物の名前を、ラビンキルデビルとしたらしい。ラビンキルデビルね、ありきたりだけど、危険なエピソードを聞くと、急に恐ろしくなるわ。また2014年4月、ラビンキルデビルに関する情報が出始めた。ラビンキルコに人間がダイブするという企画だったそうだが、その時は単純に、周辺の水の循環系や、生物分布を、調べるのが目的だったらしいんだが、その調査の際、思わぬ副産物が見つかったそうだ。思わぬ副産物？明らかに、何かの動物のものである頭蓋骨が、湖底から発見されたらしいんだよ。この調査を行った科学者たちは、その骨を鑑定して正体を明らかにすると言ったらしい。おお、謎の生物の頭蓋骨だなんて、これは調べがいがありそうねー。そうだな。しかし、残念なことに、その頭蓋骨を調べた結果何がわかったか、それは公表されなかった。え？公表されなかったの？どうして？どうしてかはわからない。何か不都合なことでもあったか、あるいは、公表すべきじゃないことがわかったからか。公表すべきじゃないこと？なんなのよそれは。きっと、調べてもまだ不可解なことがあったんじゃないか？知らんけど。ちょっと、そんな無責任な。まあ、頭蓋骨の情報はまた後で触れるとして、話を続けようか。どうやら、ラビンキルコの怪物は結構昔から目撃されていたらしいんだよ。初めてその怪物が目撃されたのは1953年。地質学者とダイバーたちが、ラビンキルコで、未知の水生生物の痕跡を発見したのがきっかけらしい。ほほう、未知の水生生物、一体どういうものだったのかしら？痕跡というものが詳しくどういうものかは語られていなかったし、結局その時に、どういう生き物なのかを調べることはできなかったらしい。そして時が進んで2012年、モスクワ州立大学の生物学者によって、ラビンキルコで音波探査が行われた。この音波探査というのは、ネスコでネッシーの調査をする際にも使われた方法らしいぜ。ほほう、ネッシーにも使われたんだ。それなら結構いいデータが取れそうな気がするわね。実際、いいデータは取れたようだぜ。どうやらこの音波探査によって、不思議なノイズが、聞こえてきたらしいんだ。それは魚の集団による音ではなく、もっと大きな、一つの塊による、音だったと言われているんだ。大きな一つの塊ねえ。やっぱり何か未知の生物がいるってことになるわよね。これ、まだ確定はできないけどな。どうやらノイズをもとに、その生物の輪郭を、映し出すことができたらしくて、その時の写真がこれになるぜ。おお、そんなことまでわかるのね。そして、どっちかというと首長竜というより、何かの両生類みたいな形をしているように私には見えるんだけど。確かにそうだな。まるでオオサンショウウオのような見た目をしていると言われている。しかし、これがラビンキルデビルと言われているものの正体かはまだ確定されていない。もしかしたらもっと別の新種の生物かもしれないし、本当にオオサンショウウオの一種かもしれない。もしくは、シャチのような海洋生物が、淡水に適応して生息しているのかもしれないし、ただの遊牧がこういう形に見えているだけかもしれない。まだまだ正体の探る余地はあるんだぜ。でも、オオサンショウウオみたいな形をしてるってさっきマリサは言ってたけど、ロシアって寒いんでしょ？サンショウウオって両生類だし、寒いところでは暮らせないんじゃない？いや、ところが結構サンショウウオはちゃんとロシアにも生息しているんだよ。確かに両生類で、変温動物ではあるが、冷たくて綺麗な淡水域にサンショウウオが生息している。例えばシベリアには、北サンショウウオという小型のサンショウウオが実際に生息しているしな。そうだったんだ。それじゃあ今回見つかった生物の影も、本当に大型のサンショウウオかも。そうなんだよな。さらに言うなら、ラビンキルコが不凍湖になっているというのも気になるポイントだ。あら、それのどこが気になるわけ？ラビンキルコが不凍湖になっている理由は、近くに火山があり、その火山の地熱の影響によるもの、と言われているんだが、その地熱の影響は、湖に住んでいる生き物にも及んでいると考えられる。本来は小型であるはずのサンショウウオが、
地熱の影響で孵化しやすく、成長スピードも速くなった結果、巨大に成長するようになっているのではないか？というのが、さっきの巨大な影の正体だと考えられているんだ。なるほど、確かにそんなことを言われると、結構納得できてしまうわね。しかし、まだ疑問は残るぜ。果たして巨大になったからといって、サンショウウオが網を破れるか？オオサンショウウオは鋭い牙もないし、網を破れるほどのパワーもない。そうなると、まだ他に謎の生き物がいるんじゃないかと、考えてしまうのも当然だと思うんだよ。確かに言われてみればそうね。なんだかその話を聞くと、急に怖くなるわ。ねえ、これはあくまでも想像でしかないんだけど、さっき紹介してくれたネスキーと、このラビンキルコに潜んでいる謎の生き物って、同じ個体じゃないわよね。お、まさに私もその話をしようと思っていたところだ。やっぱり、そう考えちゃうわよね。とは言っても、ラビンキルコとネスキーがいるチェイニー湖はだいぶ離れている。地下で繋がっている可能性は限りなく低いんじゃないかと個人的には思っているんだよ。そうなんだ、それじゃあやっぱり違うのかな。とはいえ、地下のことなんて人間が測れる範囲ではほとんどわかることではない。きっと音波探査でも把握できないような地下の繋がりがあるのかもしれないな。それじゃあ、やっぱりネスキーはラビンキルコに現れることがあるのかしら？さあな、でも妄想するだけだったらただだ。そこから他にも考えられることがあるかもしれない。さて、それじゃあそろそろ、さっき少し話をそらしたことについて触れていくか。え、話をそらしたって、何かあったかしら？もう忘れたのか？そらしただろう。あれだよ。頭蓋骨の話だ。あ、そういえばそんな話もしていたわね。あれは何だったの？結局、何も詳細は語られていなかったのよね。そうだな。もしかしたら、調べると言っておきながら何も調べていなかったのかもしれないが、もしもちゃんと調べた上で、結果を一切公表していないんだとしたら、謎が深まる。そうよねー、未知の生物の発見なんだから、ちゃんと報告すればいいのに、何してるのかしら。これに関して、隠している理由を考えてみると、いろいろと想像ができると思うんだ。そうねー、なんで隠したのかしら、全くわからないわ。ふむ、ちょっと面白い考察をするとするなら、ネスキーの危険具合が肝心だと思う。危険具合？ネスキーがどういう生物か、という話だが、どうやら話を聞くところによると、かなり危険な生物だったようじゃないか。19人もの被害者を出して、中には、岸に紙跡が残された死体まで打ち上げられていたわけなんだからな。ああ、確かに言われてみればそうね、かなり危険な生き物であることがわかるわ。そして、ラビンキルコにて発見された謎の生き物の頭蓋骨、これの持ち主がもしネスキーだった場合、政府が正体について公表しないのも、当然ではないかと思うんだ。どういうことよ？全然話が見えてこないんだけど。つまりだ。政府はその頭蓋骨の主を極秘裏に探して、軍事利用しようとしてるんじゃないかということだ。え？軍事利用？人を19人も消すような危険な生物だ。そして水中でその力が発揮されるとなると、人間側はそれを倒すのにかなり苦労するだろう。もちろん魚雷やミサイルなんかを使えば、簡単に、すことはできるだろうが、その一匹のために何億もかかる砲撃をするのは効率が悪い。敵国にその生物兵器を使うことは、戦況をかなり有利に運ばせることができると思うんだよ。ちょっと待って、それじゃあもしかして、ネスキーを捕まえて軍事利用したいから、あえて正体については何も触れてないってこと？そういう風に捉えることもできるってことだ。確かに、人を喰らうような危険生物だから、一般の人は近づかないでくださいみたいな告知をしたら、物珍しさで探しに行く人間もいるかもしれない。そこで軍事利用するなんて言ったら、生き物を兵器として使うなんて反対だ、と言い出す人もいるかもしれないからな。こういうのは隠れてやるのが一番なんだ。でも、私も軍事利用なんて反対だわ。貴重な未確認生物なんだもの。保護して、他にも似たような生物がいないかとか研究していくべきよ。残念ながら、どんなに貴重な生物だろうと、攻撃力などが優れているとみなされたら、軍事利用しようと考える人間が一定数いる。今回のネスキーはまさにそれかもしれない。私だったら絶対嫌だわ。せっかく見つけた珍しい生き物、軍事利用するなんてもってのほか。っていうか、どんな生き物であろうと軍事利用だけは絶対にしちゃいけないと思う。そういうことするのって、きっと自分の国の利益のことしか考えてない人なんだわ。まあ、そこまで話を膨らませるのはちょっとやめとこう。それに、あくまでもそういう可能性があるってだけの話だ。本当に軍事利用目的のためにネスキーを探しているのかは誰にもわからないんだからな。そりゃそうだけど、ああもやもやするー。っていうか、他の可能性だって十分あるだろう。調べてみたところ、その辺の動物の骨だったけど、大々的に調べると言っておいてただの動物だったから、公表するのが恥ずかしくなったっていう可能性もある。
それならそれで正直に言ってくれればいいのに、隠すから余計に気になっちゃうんじゃない。まあ、人ってのは大体そういうものだ。未知なるものに興味を持つ。だからこそ、あえて隠しておくことで、今回の私や霊夢みたいに、なぜ隠しているのかを、想像する人が現れるってわけだ。どういうことかよくわからないけど。つまりだ、未確認生物っていうのは想像によって生み出されることも大いにあるってことだよ。私たちがいるって信じ続けていれば、きっとネスキーは実在するし、他の未確認生物だって実在する。なんてったって、この地球上ではまだ未発見の生き物が、3000万種はいるって言われてるんだからな。まだ確認されているだけでも約175万種。この世はまだまだ謎に満ちているんだぜ。なるほどねー、なんだか綺麗にまとめられたような気がして尺だけど、言いたいことはわかったわ。尺とはなんだ尺とは。私は真剣に言ってるんだぜ。これからもきっと、謎の生き物の情報が増え続ける。その度に、私たちはその生物について考え、調べて、正体を解き明かしていく。それだけでいい気がするんだよな。でもマリサ、私はそうやって達観するわけにはいかないのよね。え？どうしてだ？私の知的好奇心がそれを許さないからよ。ネスキーって結局何なの？ラビンキルコにあった骨の持ち主と同じ生き物なの？19人の被害者って本当なの？謎があればあるほど私は気になるから、絶対に正体を明かしたいと思うのよ。はは、まあ、霊夢はそういうタイプだろうな。そんなに気になるなら、実際ロシアに行って、湖の周辺を調べてみればいいじゃないか。水深も7メートルと比較的浅いから、調べるのはそこまで大変じゃないかもしれないぜ。何言ってるのよ、わざわざそんなところまで行くのは面倒だから、マリサに任せるわよ。お前なぁ、結局そうなるのかよ。早くしてよ。私は将来的にはネッシー系未確認生物の水槽を用意して、未確認生物水族館も作るつもりだから、そのためにも、一体でも多く捕まえなきゃいけないのよ。お前は結局金のことしか考えてないんだな。捕まえた後の生態のこととかもちゃんと考えろよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は人を妄想豚たちについて紹介するぜ。動物に襲われる話ね。私も小さい頃犬に襲われて苦手になった過去があるわ。犬の場合はただじゃれついてきてる場合がほとんどなんだがな。まあ、小さい子が大きな犬にじゃれつかれたら、ほぼ襲われているも同然だよな。だが、今回は人が命を落とすようなレベルまで達してしまった事例を紹介していくぜ。豚に襲われて命を落とすなんてイメージができないわ。そんな凶暴な動物だったかしら？だって豚肉よ、焼肉にしてしまえばいいじゃない。その豚肉になる前の話だぜ。そんなこと言ってたらどこぞやの組織に消されるぞ。動物云々では即殺処分は NG だったわね。了解したわ。でも確かに、イノシシに襲われて大怪我をしたというニュースは見たことがあるわね。それと同じような感じかしら？いや、イノシシとは違って突進でやられるわけではないんだ。まあ、その辺含めて豚の生態や豚の起こした人食い事件などを紹介していくぜ。人食い、襲われるだけじゃなく人を食べるの、それはあまり信じられないわ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。豚はそもそもイノシシ科の動物で、イノシシを家畜化したものが豚なんだ。やっぱりイノシシなのね。色違いレベルのそっくりさんだものね。豚の家畜としての歴史はとても深く、太古から行われていたことが判明しているんだ。太古？どれだけ昔なの？これは骨の出土時期からの推測で確定ではないんだが、紀元前6000年前の遺跡から見つかっているんだ。豚の骨が出土していることから、それだけ昔から家畜としての歴史があると考えられているんだぜ。ふえ？紀元前6000年前ってどれだけ昔かイメージもつかないほどに昔ね。その他にはメソポタミア文明やエジプトからも豚の骨が見つかってるぜ。それだけ昔から豚は食べられていたということね。でも、骨が見つかっただけでどうして豚が家畜であったことがわかるのかしら？基本的にイノシシや豚と思われる生物のいないはずの地域から見つかっているからだな。霊夢はエジプトの砂漠の中にイノシシや豚がいることが想像できるか？できるかできないかといえばあまりイメージはできないわね。そういうことだ。つまりはエジプトでは豚が育てられていたということだ。もちろんアフリカにもイノシシの仲間は生息しているが、生息地はサバンナだからな。そういうことなのね。それならどういった経緯で豚が入ってきたのかしら？それは地中海を渡っていったのが有力だな。ギリシャでは豚がすでに育てられていたしな。ギリシャは太古から発展しているイメージが強いわね。確かにそれならしっくりくるわね。こうしてユーラシア大陸の文明を中心に豚は主な家畜として広まっていったんだぜ。日本にはいつ入ってきたの？イノシシ捕まえて育てたりでもしてたの？
それは中国や朝鮮半島から豚を食べる文化が輸入されてきたと考えられるぜ。時代は縄文から弥生時代だ。西暦200から600年頃と考えられているぜ。狩猟採集から農耕に変化していった時代ね。その頃に家畜も大陸から入ってきたのね。しかし、仏教の伝来によって不殺の概念が広まると豚を食べる習慣はなくなり、養豚は衰退したんだ。あんなに美味しいのにもったいないわね。しかし、江戸時代に入って海外の文化が入ってくると再び食肉文化は復活するぜ。17世紀には中国から長崎県に豚が輸入されたという記述が残されているんだ。弥生時代から空いていた文化が復活するのね。これはみんな肉食べまくりよ。いや、明治時代に入るまでは基本的には殺生禁断の文化が強く、あまり食べられることはなかったんだ。しかし、明治時代に入ると政府の重役である大久保利通が畜産を産業として伸ばそうと考えたんだ。畜産物を伸ばして食事量を増やすことで欧米にも負けない体育を作ろうと考えたんだぜ。そうして日本の食肉文化は一気に広まり、肉の消費量も増えていったんだ。そうだったのね。私たちの文化は明治時代に大きく成長したのね。養豚について話が長くなってしまったが、ここから豚の生態に入るぜ。豚は雑食で入手可能なものであれば、何でも食べる食性だ。家畜はなんだか穀物ばかり食べているイメージがあるからなんだか意外ね。少なくとも野生のイノシシは土の中の植物や昆虫を主な食事にしているからな。タンパク質に植物をまんべんなく食べているんだぜ。陸上で豚やイノシシが他の動物を襲っているのは見たことがないわね。虫でタンパク質を補っていたのね。イノシシ同様、豚は最大の特徴である鼻を使って地面などの餌を探索するぜ。その嗅覚は強力で地中の食べ物を探すことにも適すぜ。トリュフなんかは豚に探させるっていうしな。鼻で餌を探すのが得意なんだぜ。確かに豚といったら鼻でふがふが地面の匂いを嗅いでいるイメージがあるわね。あれは餌を探すための行動だったのね。豚なんだが、実は足が速いことはあまり知られていないよな。そうね、豚が俊足なんてあまりイメージができないわ。私が小さい頃は太っていたり、足の遅い人のことを豚とか言ったりする人もいたわ。でもそれは豚に対するヘイトスピーチでしかないぜ。豚の手足は短いながらも時速40キロで走ることができるんだぜ。これは陸上100メートル世界記録のウサイン・ボルト選手に匹敵するほどのスピードだ。え、あのボルト選手と同じスピードで走れるの、なかなかやるじゃない。それに豚は体脂肪率が 13% と動物の中ではかなり低い方にあるんだ。人間で言えば 10% を切ったらかなり体脂肪率が低い方になるからな。それは確かに脂肪率が低いわね。豚の牙はもともとがイノシシだったということもあって実はかなり鋭かったりするぜ。見た目じゃわからないものね。全くそんなイメージなかったわ。敵と認識した生物にはまたグラに鼻先を突っ込んで頭を持ち上げてぶっ飛ばすぞ。イノシシなら確かにそれはイメージしやすいかもしれないわ。その破壊力は大の大人でも数メートル飛ばされたりする。しかも、その際に牙が刺さることもあって、それが突き刺されば失血死も招くことがある。日本で小規模な養豚が多かった時代には、数人の死者が出ていたそうだ。豚で死者。あまりイメージはできないけど動物だものね。人間に牙を剥いたら人の命も奪いかねないということね。でも、豚といえばなんか汚いとか、太っているとかあまりいいイメージはないわね。どうしてそんなイメージがついたのかしら？さあな。少なくとも豚は清潔を好む生物だ。排泄も餌場や寝床から離れた場所にするという習性もあるくらいには綺麗好きだぞ。なら、なおさら豚に対するヘイトスピーチじゃない。だがイスラム教では豚を不浄な生物として食べないという決まりがある。それに日本なら小規模な個人で養豚をしていた人も多かったんだろうな。ふがふがと鳴きながら餌にがっつく姿や、排泄物の匂いも強烈だからそこが由来なんじゃないか？それならイメージは悪いものになるかもしれないわ。牛なんかは牛乳出したりもするからね。豚の場合は最終的に肉になる以外は臭いし、うるさいなど昔の人も仕方なく飼っていた面もあるかもな。なんか豚に対してのネガキャンみたいになってしまったわね。まあ、これから紹介していくのは人食い豚についてだからそれ以上にネガキャンなんだがな。かなりショッキングな内容になりそうね。ここからは実際に豚が人を食べたという事件や事故について紹介していくぜ。かなりショッキングな内容になるから耐性のない方はここでブラウザバックをおすすめするぜ。最初に中国で起こった豚による人食い事件を紹介するぜ。時は2014年11月8日、中国江蘇省で事件は起こった。今から10年近く前の話ね。でもそれなりに最近なのね。2歳の男の子がいたんだが、この子は自宅から70メートル離れた場所で遊んでいたんだ。70メートルってことは家からでもすぐ見えるくらいの範囲ね。でもこんな小さい子が親から離れて大丈夫かしら？大丈夫だったかどうかで言えば大丈夫ではないぜ。
その子は近所で放し飼いにされていた豚に襲われて亡くなってしまったんだ。待って、話がいきなりすぎてついていけないわ。大事なところ全部はしょられて、いきなりの大事件じゃない。なんといってもこの男の子は発見された時には亡くなっていたからな。そこまでに至った経緯は推測の域でしかないぜ。まさか、その子が豚に食べられてしまったの？ああ、その通りだ。当然だがこの豚はすぐに殺処分されて、豚の検視解剖が行われたんだ。結局、殺処分されてしまったのね。それにしてもあまりに早すぎる気が。少なくとも発見時には豚が男の子を食べている姿が目撃されたんだろうな。すぐに豚を殺処分するのはかわいそうかもしれないがこんな大事件だ。事件の解明には必要なことなんだぜ。それにこの豚が人の味を占めてしまえば、本当に人を襲う人食い豚になる可能性もあるぜ。実際に特有のものに味を占めてそれしか食べなくなる例も自然界にはあるからな。その後のリスクも考えると殺処分せざるを得なかったのね。検視の結果、豚の体内から男の子の頭髪と頭蓋骨の一部が出てきたんだぜ。髪の毛はわからない気もしないけど、頭蓋骨、頭を食べられたの。ああ、発見された時には食べられていたことから遺体も損傷が激しい状態だったそうだ。まさか、生きたまま頭蓋骨を割られて。可能性はあるが、小さい男の子だ。豚が興奮する何かをしてしまったんだろうな。例えば豚に驚いて大きな声を出してしまって、突進を食らったりだとかだな。大人でも下手すれば命を落とすというレベルなのに、子供なら即死もあり得るわね。または踏みつぶされてしまった説もある。そんなことになれば大人でも気を失うだろうな。豚の体重は成獣で数百にも及ぶからな。足が一本乗っただけでも内臓破裂くらいするだろう。どれをとっても目を背けたくなるような凄惨な現場が想像できてしまうわ。おそらくは食べるために襲ったわけではないと思うが改めて食べれるものと判断したんだろうな。ということは男の子の命を事故で奪ってしまったけれど豚がその後食べれるものと判断したということね。とんだサイコパス動物じゃない。それくらい豚は雑食性が強いということだ。肉だろうが植物だろうが何でも食べるんだ。それに歯も丈夫だから骨だって食べるぞ。食糧難の時代でもなんかどこでも生きていけそうね。でもそれがまた野生でいたら厄介だわ。にしても放し飼いなんて、豚の飼い主は許されないわ。動物を放し飼いするリスクはそういった人に対する危害にあるんだ。例えば猫や犬を放し飼いしていても他人を噛んで、細菌などによる二次感染があったら死にかねないぜ。ましてや豚という人よりも体積の大きい生物だからな。動物の恐ろしさを舐めているとしか思えないぜ。と言えるのも我々が先進国で育ってきたからだろうな。一気に手のひらを返すような発言ね。日本は動物に対する危険性を知っていて、放し飼いが基本ではない国だからな。一方で今から10年前の中国と考えれば今よりも発展途上だっただろうからな。ましてや豚が放し飼いにされていたということから、農村など決して裕福な地域ではなかったんだろう。動物に対する危険性などの考えの差は大いにあるから、単に放し飼いを批判するだけはナンセンスだぜ。そうね、少なくとも世界から一刻も早く放し飼いという文化はなくなるのがいいわね。次に紹介するのはアメリカで起こった事件だ。アメリカ、オレゴン州に住んでいた農家のテリー・バンスガーナーさんは、動物好きで14頭の豚を飼育していたんだ。これは養豚ではなくペットとして飼っていたのかしら？ああ、彼は食べるためではなく愛玩動物として豚を飼育していたんだぜ。14頭ってちょっとした養豚クラスに入るわね。餌代がすごくかかりそうだわ。それでも構わないくらい動物が好きだったんだろう。しかし、事件は2012年の12月頃に起こるぜ。テリーさんは急に行方不明になるんだ。行方不明、どこに消えたの？翌年の1月、テリーさんは井戸の水を汲みに来た周辺住民に発見されるぜ。しかし、彼は残念ながら遺体で発見されてしまったんだ。まさか、また豚なの？豚の事件を紹介しているんだから当たり前だろ。豚、怖い。しかもテリーさんは遺体と言っても骨の一部しか見つからなかったそうだ。残されたのはテリーさんの頭蓋骨と他の骨の破片だけだったんだ。検視の結果、テリーさんは飼い豚にそのほとんどを食べ尽くされてしまったことが明らかになったぜ。ひえ、いくら動物が好きでもそんな死に方は嫌だわ。14頭の豚はテリーさんを食べるために襲ったのかしら？いや、それも可能性は低いな。可能性として考えられるのはテリーさんが豚の世話中に何らかの原因で倒れたということだな。例えば心臓発作などで豚小屋で命を落としたことが考えられるな。偶然の出来事の可能性が高いのね。それで、豚が食べれると判断してしまったのかしら？そうだろうな。テリーさんの亡骸を腹ペコの豚が食べてたんだろう。そしてテリーさんの肉を食べ尽くした後も骨を食べて発見までのおよそ1ヶ月間を乗り越えたんだろうな。今更だけど、骨って栄養あるの？骨はカルシウムなどの配分と呼ばれる成分が主成分だ。
ミネラルとも言うな。だが、骨にもコラーゲンをはじめとしたタンパク質は多く含まれていて骨が簡単に折れないようにしている。それが豚にとって、1ヶ月間を生きる栄養になったんだろうな。そうだったのね。骨にはカルシウムのイメージしかなかったわ。骨にもしっかりとカルシウム以外の栄養もあるのね。豚が好きで飼っていたのに最後は豚に食べられるなんて、何回いたたまれないわね。そうだが、これは誰も悪くない事故だからな。豚も人間と同じ高温動物といって、常に体温を一定に保つ必要があるからな。爬虫類や魚類と違って、高い体温を維持するために消費するエネルギーも大きいんだ。テリーさんの豚たちも生きるのに必死だったんだろうな。それでも飼い豚の餌になって死ぬ最後だけは嫌ね。そういった豚がおそらくは仕方なく人を食べてしまった事件もあるんだぜ。次にロシアで起こった豚の人食い事件を紹介するぜ。ロシアでの事件の被害者は56歳の女性だ。この女性は飼育していた豚に餌をあげている最中に転換の発作が起こってしまったんだ。そして、豚を飼育している囲いの中に落ちてしまったんだぜ。豚小屋で気を失う、頭が痛くなってきたわ。現実から目を背けるんじゃないぜ。ここからが本番だ。本番とか言うんじゃないわよ。これから起こることが想像できてしまうじゃない。霊夢の想像通りに出来事は起こるぜ。豚たちは囲いの中で女性に群がると、その頑丈な顎で食べ始めたんだ。これが一番むごいかもしれないわ。生きたまま食べられてるんでしょ？ああ、しかも気絶してるから痛みも感じないまま豚に食べられるんだからな。気がついたらあの世にいるということだな。さらっと言わないでよ。今までで一番えぐいやつ来てしまったじゃない。まあ、ここまで見ている視聴者はこういうのが好きな人が多いんじゃないかと思うぜ。どんな視聴者そうよ。一番えぐいのここの視聴者じゃない。作成している我々も同類だな。こういうのはホラー番組感覚で見てしまうよな。話を戻すぜ。彼女の夫は姿が見えないことに気づいたんだ。夫が妻を探す一番胸クソな展開が来たわね。ああ、夫は豚の囲いの中で群がられる妻の遺体を発見することとなるぜ。マリサ、これ以上はもう聞きたくないわ。愛する人が飼育していた動物によって食べられてしまうというとんでもない事件だったぜ。にしても豚って意外と動物性のものまで食べるのね。基本的に家畜としての豚には飼料用の大豆などの植物性タンパク質を与えられているからな。タンパク質など、栄養バランスを考えた飼料を与えられているんだ。でも豚も自然では動物性タンパク質も食べていたのよね。ああ、だから一度も動物性タンパク質を摂取したことのないであろう豚も、一度食べてしまったら味を占めてまた食べようとするだろうな。どこかの一食い熊と同じような感じね。動物は一度美味しいと思ったものを何度も食べようとするからな。それは人間でなくても同じだぜ。一度、人の肉を食べてしまった豚がいたらとするぜ。放置すれば、本当に人を襲って食べようとする、一食い豚が誕生する危険性もあるんだ。そう考えると狼やライオンみたいな肉食動物だけが恐ろしいわけではないということがわかるわね。ああ、案外一番恐ろしいのは何でも食べる雑食動物かもしれないな。雑食動物は肉も、植物も食べれるように鋭い歯も、硬いものを噛みつぶすための歯もあるからな。鋭い歯で噛まれるよりも、そっちの方が拷問的な噛み方をしそうね。根本の話題に戻るが、基本的に豚は食べるために人を襲うようなことはする動物ではないぜ。だが、豚の気に触るようなことをすれば、怒って突進してくることもある。そういった攻撃はどの動物にもあることだから、野生動物の前で神経を逆なでするような行動はダメだ。それこそ、自分が野生動物の餌食にならないようにするためにも必要だ。まあ、野生動物でなくとも家畜でもペットでも、怒らせるような行動をしないことが大事よね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、やっぱり、モスマンとかビッグフットって実在するのかしら。どうしたんだ今度は。実は、古い未確認生物発見ビデオを見てたら、信憑性がありそうな映像がいくつかあったから。まあ 100% いないとは断定できないし、私はいると思っているぜ。やっぱりそうよね。彼らはいるんだわ。それに、最近は出会ったら最後の未確認生物たちもいくつか確認されているわけだしな。出会ったら最後、何その物騒な生物たちは。それじゃあ、今回は出会ったら最後の未確認生物たちについて解説していくぜ。マリサさんそれじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、スコットランド西部のアーガイル地方に生息すると言われている、レイクモンスターの一種、ブーブリーだぜ。ブーブリー、なんだか間抜けな名前ね。こいつはレイクモンスターという括りにはなるが、水生ではなく、湖かその周辺に生息している。
その姿は、一般的には水鳥のように見え、ハシグロアリを巨大化させたような姿だという。水鳥のような姿か、ちょっと可愛いかもしれないわね。ただし、ブーブリーは自由に姿を変えられる生物だと考えられているから、単に水鳥の姿を好んでいるだけで、本当の姿は全くわかっていないんだとか。自由に姿を変えられる。まるで妖怪みたいな未確認生物ね。凶暴な性格をしていて、正確な体調は不明だが、かなりの巨体をしているのだという。食欲は旺盛で、巨体を保つためにかなりの獲物を食べると言われているみたいだ。なんと、羊や馬といった家畜を襲って食べると言われているんだぜ。羊や馬、かなりでかいものを襲うじゃないの。そんなものが本当にいるんだとしたら、駆除しないといけないくらい危険なんじゃない。とは言っても、ブーブリーは民間伝承上の生物で、本当に実在するかどうかは議論されている。だが、ブーブリーを信じている人の間では、奴は絶滅種の生き残りではないかと言われているぜ。絶滅種、それって例えば、恐竜だったりとか？恐竜の可能性もあるだろうし、恐竜絶滅後、すぐに栄えた恐鳥類の一種かもしれないぜ。また、羊や馬を襲うといったように、基本的に恐れを知らない生物のようだから、太古の昔に人間に襲いかかって、返り討ちに相絶滅した生物とも考えられているな。人間に襲いかかって絶滅、まるでラーテルみたいな生き物だわ。他にも、鳥の見た目を持っているということから、堂々の生き残りではないか？という説もある。堂々の生き残り、もしそうだとしたら大発見になるけど、堂々って、別に羊や馬を襲ったりはしないんじゃないの？そうだな。そもそも堂々が生息していたのはマダガスカルだと言われているから、スコットランドでは確認することはできないんじゃないかと思うぜ。結局今のところどういう生物なのか正体は分かっていないが、羊や馬を食べるような鳥だ、現代の人間が出会ってしまったら、簡単に捕食されてしまうのは、目に見えているよな。わ、私、スコットランドにだけは旅行に行かないようにするわね。続いて紹介するのは、アメリカ、カリフォルニア州とネバダ州にまたがる楕円形の湖、タホコ。そのタホコに現れる巨大な怪鳥、オングだぜ。怪鳥オング、いかにもファンタジーや創作の世界で出てきそうな名前だわ。タホコは表面積がかなり広く、深さもかなりある大きめの湖だ。そのタホコを拠点としているのが、怪鳥オングというわけだな。オングは先住民族ワショ族が伝えてきたレイクモンスターとされていて、どうやら姿はワシのようになっていて、成人男性を軽々と持ち上げるほどの大きさなんだとか。成人男性を軽々持ち上げるほどのワシ、とんでもない大きさね。っていうか、ワシってことはもしかして、普通に人間に襲いかかるってことかしら。その通りだぜ。オングはこれまでに多くの人間をさらった怪鳥だと言われている。実在するカリフォルニアコンドルなどは、人間の赤ちゃんほどなら連れ去ることも可能だそうだが、オングはその日ではなく、人間であればどんな個体でも連れ去ることが可能なんだそうだ。連れ去られた後は、鋭いカギ爪で生きたまま貪り食われるのだという。怖すぎる、生きたまま食われるのだけは絶対に嫌だわ。カギ爪だけでなく、翼の威力もかなり強力で、羽ばたく力だけで気が曲がってしまうほどなんだとか。そんな化け物だから、ワショ族の間ではオングに出くわさないために、グループで行動することを規則としているらしい。しかしある年の夏のこと、この規則を破った青年が、グループを離れ単独で森の中へ入っていったそうだ。嫌な予感しかしないんだけど。青年は森の中で黒曜石製の矢尻を作ることに夢中になっていたようだが、すると、物音一つ立てずオングが空から奇襲してきて、青年を鋭いカギ爪で掴むと、空へと舞い上がっていったそうだ。オングはタホコの中央にある営巣地へ青年を運んだ。駆けつけたワショ族たちが目にしたのは、巣に残されていた、無残な死体たちだった。オングは捕まえた獲物をゆっくりと食べるから、青年は新鮮な餌として、まだ手をつけられなかった。よかったわね。それじゃあ今のうちになんとか逃げないと。しかし、オングは熊のように執着心が強く、一度自分のものだと決めた獲物は何度も追いかける。そのため青年はその場から動けず、ただ人が食われるのを見ることしかできなかったとか。次は自分だって思いながら、怖すぎるんだけど。しかし青年はそこで、あることに気がついた。オングは獲物を食べるとき目を閉じる癖があったんだ。青年は目を閉じている隙を狙って、作っていた黒曜石の矢尻をオングに投げつけた。それを食らってオングがひるんだ隙に、青年は仲間と一緒に逃げることに成功したという。すごいわね。よくそんな化け物相手に無事に逃げおおせることができたわ。巨大な鳥に人間が連れ去られるのは、何も今に始まったことではないようで。11万年前の巨鳥の巣の中に、ネアンデルタール人の子供の骨が見つかったことがある。人間と鳥は、遥か昔から襲われる仲だった、ということになるわけだな。
そして中には、オングみたいな化け物が登場することもあると。でも、そのオングって今は何をしてるのかしら？今もタホコに生息しているの？タホコにいるかどうかは何とも言えないな。いるかもしれないし、いないかもしれない。噂では、青年が投げた矢尻の傷が深く、そのまま生き絶えたという話もあるが、真相は今のところわかっていないな。だが、和所属の伝承によれば、長い時間をかけて、オングが住んでいた諏訪湖の中に沈んでしまったという。だから今現在、オングを確認することはできなくなっているかもしれないな。そうなんだ、残念だけど、凶暴な化け物鳥の姿を見なくて済んだから、帰ってよかったかもしれないわね。続いて紹介するのは、ブラジル最北端、アマゾン川の河口がある大西洋に面したアマパー州。そこに伝わる未確認生物、アイパだぜ。アイパねー、名前は可愛らしいけど、どうせそいつも恐ろしい生物なんでしょう。アイパは、日本や中国でスイコと呼ばれる生き物、ウォータータイガーの一種なんだという。スイコって、まるでカッパみたいな見た目ね。こんなのが日本の伝承にいたのねー。スイコとは言っても、妖怪のような姿ではなく、目撃者の証言によると、どちらかといえば絶滅したサーベルタイガーに姿が似ているそうだ。サーベルタイガー、結構凶暴な生き物じゃないの。そうだ。大型猫科動物の姿をしていて、スイコの名に恥じぬ、泳ぎの名手でもあったようだ。でも、猫科動物って水が苦手だって聞いたことがあるわよ。もしもアイパが実在するとしても、さすがに水の中に入るのは無理なんじゃない。ところが、猫科動物の中でも、水の中に入っても平気な生き物がいるんだ。そいつの名は、ピューマだぜ。ピューマって水に入っても平気だったんだ。ああ、こいつらは水を嫌うどころか、自ら海に飛び込んで離れた島まで渡ることもできる。それほど水に対しての抵抗がない猫か動物が実在するんだから、アイパの信憑性もだんだんと高まってくるというものだぜ。アイパは水の中でじっと獲物を待ち、水辺に獲物が近づいてきたら、さっと水面から飛び出してきて、獲物を水中に引きずり込むんだそうだ。怖っ、ていうかもしかして、アイパの正体って水の中に潜むピューマなんじゃないの？そう考える人もいるかもしれないが、残念ながらピューマの生息地はアメリカのみ。ブラジルにはピューマはいないから、その可能性は限りなくゼロに近いと思うぜ。そうなんだ、それにしても、水面で獲物をじっと待ってるって、まるでワニみたいだわ。見た目はサーベルタイガーに似ているらしいから、攻撃力はワニ以上と考えられるだろう。そうなんだ、もしかして、本当にサーベルタイガーの生き残りだったり、サーベルタイガーはもともと南北アメリカに生息していた生物だから、こいつもブラジルに行くことはほぼありえないと思うんだが、もしかしたら、当時のブラジルにはサーベルタイガーに近い生き物がいたかもしれない。そう考えると、アイパの正体は確かにサーベルタイガーなのかもしれないな。どうしよう、もしも本当にサーベルタイガーなら、ブラジルに行ったら速攻で食べられちゃうわ。まあ、その前にサーベルタイガーの生き残りなんて貴重だ、と言われて、学者たちが押し寄せて、捕獲することの方が先になる気はするけどな。そうやっていつも先に学者さんたちがやられるのよ。パニック映画なんかだとね。続いて紹介するのは、ニュージーランドの先住民族、マオリ族の間に伝わる伝説の猛禽類、ハーストイーグル。ハーストイーグル？イーグルってだけでかなりかっこいい感じがするわね。実はハーストイーグル自体は、ニュージーランドに実際に生息していた。巨大な猛禽類だったみたいだぜ。どうやら西暦1500年頃に絶滅したみたいだが。実在した生き物だったの。それじゃあ、未確認生物ではないじゃない。ところが、マオリ族の間にはそのハーストイーグルを超える巨鳥、テポーアカイと呼ばれる人間まで襲う化け物がいたんだそうだ。テポーアカイ、人間まで襲うだなんて、そんな。ハーストイーグルは確かに巨大な猛禽類だが、餌となっていたのは当時地上で暮らしていた。飛べない鳥、モアたちばかりだったようだ。ハーストイーグル自身に獲物を持ち上げるほどのパワーはなかったというから、テポーアカイはハーストイーグルとは別の鳥だったんじゃないか？という説がある。マオリ族の伝説によると、テポーアカイは成人男性すら持ち上げるというからな。ここでも成人男性を持ち上げるほどの怪鳥が、みんな化け物すぎるわよ。一説によると、テポーアカイがハーストイーグルをも飼っていたという話もある。ただこれは、ハーストイーグルの代償の個体が、餌の奪い合いで喧嘩していたのではないか？という説もあるから、信憑性はそこまでない話ではあるんだがな。でも、もしも本当にテポーアカイが実在したんだとしたら、どこに行っちゃったのかしら？やっぱりハーストイーグルと一緒で、絶滅しちゃったの。ハーストイーグルの絶滅理由は、人間たちがモアを乱獲したことに由来する。自分たちの餌がなくなったことによって、気がしていったみたいだな。ただ、テポーアカイの方はモアだけが餌ではなかったわけだから、
他の餌があったはずなのに絶滅するとはあまり考えられないんだよな。なるほど、それじゃあもしかして、何か別の要因で絶滅してしまったの？それか、生息地が変わっただけで、今もどこかでひっそりと生きているのかもしれないぜ。今もどこかで、なんだかそれは夢があっていいわね。巨大な鳥が人を襲うことはたまーにニュースなどでも報道されるが、もしかしたらそのニュースの中の一部に、テポウアカイも紛れているかもしれない。もし本当に紛れているとしたら、しっかり捕まえて調査しないといけないわよ。とは言っても、相手は巨大な猛禽類よりも危険な鳥だからな。通常の捕獲方法では太刀打ちできない可能性があるぜ。鳥を捕獲する上では、霞網と呼ばれる設置型の罠を使うのが一般的だが、成人男性を軽々と持ち上げ、モアの頭蓋を粉砕するほどの脚力と、鋭い爪を持ち合わせているというテポウアカイだ。網なんて簡単に破ってしまうかもしれないぜ。ちょっと待って、モアの頭蓋を簡単に粉砕するですって。そんな凄まじい脚力があったら、人間もひとたまりもないじゃない。そう、だからテポウアカイをもしも本格的に捕まえようと思ったら、命の覚悟が必要だ。私は遠慮させてもらうわね。そんな化け物を捕まえられる気がしないから。まあ、賢明な判断だと思うぜ。もしテポウアカイが生きていても、人間側から何かすることはせず、一旦生還しておくのが一番いいと思う。続いて紹介するのは、コンゴ共和国の隣国、ガボン共和国の未確認生物、ニャムラだぜ。あら可愛い名前の未確認生物ねー。これはもしかして、猫科の生き物なのかしら？ニャムラという名前から、そういう姿も想像するかもしれないが、ニャムラはあのモケイレムベンベと同じように、恐竜型の未確認生物だとされているぜ。恐竜型の、名前からは全く想像がつかなかったわ。ニャムラというのはガボンの最大民族ファン族が使う言語、ファン語から来ている。その意味は小舟の母というらしいぜ。小舟よりも大きいことを示しているな。ファン族に実際に聞いた動物学者によると、ニャムラの体長は10メートル。長い首と、長い尾を持った生物だということだ。長い首と長い尾を持っている、もしかして、ブロントサウルスみたいな見た目かしら。あるいは首長竜みたいに、水中で活動している生き物かもしれないぜ。それとファン族によれば、ニャムラは後頭部から長い首の背中側全体に、細い糸状の毛があるんだとか。糸状の毛ねえ、ちょっと思い当たる生き物はいない気がするけど。そこで動物学者は、様々な恐竜たちのイラストを見せてどの恐竜にニャムラが似ているかを聞いてみたそうだ。その結果、ニャムラはどうやらディプロドクスやプレシオサウルスに似ているんだとか。ほほう、ディプロドクスの方は、確かに背中に糸みたいな毛が生えてるわね。もし本当に恐竜の生き残りだとしたら世紀の大発見になるわけだが、アフリカには今後も含めて、様々な場所で恐竜型の未確認生物の情報がある。今回のニャムラだけを念入りに調査することはあまりないんじゃないかと思うぜ。でも、せっかく良さげな情報が手に入ったんだから、調べてみてもいいと思うんだけど、どうやら今回の調査にはいささか疑問が残る、という意見もあるみたいでな。まず、なぜ恐竜前提で話が進んでいるのか。基地の生物のイラストも見せて、似ているかどうか判断してもらうべきではないか？という意見が出ていたんだ。あ、それは確かに、最初から恐竜のイラストを見せるのは、なんだかデキレイスっぽさがあるわ。また、似ていると言われたのか、そっくりと言われたのか、ニュアンスも重要だ。ちょっと似ているだけだったのか、それともかなり似ていたのか。その辺も詳しく調べておく必要がある気はするぜ。なるほどね、とにかく恐竜の生き残りって断定するには色々情報が足りてないわけね。続いて紹介するのは、イングランド東部のリンカンシャーにあるハンバーサイド空港。この近くを走る幹線道路を横切ったという、巨大な獣人についてだぜ。まさか森とかじゃなくて、そんな人がたくさんいそうな場所に化け物が。ああ、その化け物は体長約3メートルほどもあり、さらに全身が闇より暗いと表現されるほど真っ黒だった。発見者が言うには、車に同乗していた妻が最初にその存在に気づいて声を上げた。それから発見者も妻が示す方へ視線をやった。そこには人間みたいな形をしている生物がいた。闇よりも暗い謎の生物。そして、そいつはどうやら道路を横切ろうとしている途中だったようで、暗闇に消えたらしい。まさかそんなところで化け物に出会うとは、その人たちも思わなかったでしょうね。その翌日、発見者たちはもう一度化け物がいた場所に向かってみた。するとそこには、道路の真ん中に、鹿の足が2本落ちていたんだそうだ。鹿の足、どうして鹿の足なんかが、道路のど真ん中に、発見者も最初、これは密猟者の仕業か、と目を疑ったそうなんだが、普通に考えて、密猟者が道路の真ん中で鹿を解体するはずがない。確かに、でもこの鹿の足、切り口から血が全然出てないわね。
ああ、まるでちゃんと血抜きをした後かのように、綺麗な状態で発見されたんだ。もしかして、例の真っ黒の化け物と何か関係があるんじゃないかしら。発見者たちも、まさにそうなんじゃないかと考えていたところらしい。そして近くの道路脇などを調べていると、生け垣に穴が開いているのが見つかったらしいんだ。もしかしたら、何か謎の生物がその生け垣を通っていったのかもしれない。それほぼ確実に昨日の黒い化け物でしょ。間違いないわ化け物よ化け物。さすがに穴の奥まで行く勇気はなかったようで、調査はそこでやめたみたいだが、もしも生け垣の向こう側まで進んでいたら、何か得体の知れないものと出会っていたかもな。絶対行かなくて正解だと思うわ。もし行ってたらどんな目に遭っていたか。しかし、どれくらいの距離でその怪物と遭遇したのか、またその化け物はどんな歩き方だったのかなどは、夜間の、それも走行中の出来事だったこともあり、ほとんどわからなかったということだ。だから正体もほとんどわかっていないみたいだ。ただの熊とかだったらいいんだけど、熊だとしたら鹿はもっと乱雑に食べられるわよね。なんか、ちょっと知的な生き物って感じがしてならないんだけど。知的な生き物か、はたまたもっとヤバい生き物なのか。正体は今のところ不明だが、この付近を粘り強く調査していれば、またその化け物と出会うことはできるかもしれないな。続いて紹介するのは、1973年にアメリカ、イリノイ州ホワイト郡の小さな村、エンフィールドにて、10歳の少年が奇妙な生物に襲われたという事件についてだぜ。奇妙な生物に襲われた、一体どんな生物が？謎の生物は、少年の足を踏みつけて、履いていたテニスシューズをズタズタに引き裂いた。さらに少年の足には、生物に襲われた時につけられた爪痕がはっきりと残っていたそうだ。怖すぎる。一体どんな生物なのよそいつは。生物の正体は全くわからないまま、その30分後、今度は少年の隣人宅に、生物が現れた。その生物を見た男性が言うには、そいつは真っ赤な目をしていて、体長は 1.4 メートルほど、子供くらいの身長があったようだ。驚愕した男性は懐中電灯と拳銃を取りに行き、もう一度怪物のところへと戻った。そいつは逃げる様子などなく、その場にじっと留まっていたらしい。何をしでかすかわからない感じが、とてつもなく怖いわ。男性は拳銃を4発撃ち、そのうち1発は命中したが、致命傷にはならなかったようだ。弾丸を受けた怪物はその場から逃げたが、逃げる時も凄まじい速さだったらしい。なんと、15メートルもの距離を、わずか3飛びでかけていったんだとか。15メートルを3飛び？どんな跳躍力してんのよ。その後警察がやってきて、目撃者の男性がその怪物の特徴を語ったそうだ。その怪物は、短い体の胸部から小さい腕が出ていて、足は3本あったらしい。そして懐中電灯ほどもある大きな赤い目を持っていたんだとか。体は灰色、家に侵入してきたが、様子を伺っていたのか、すぐには襲ってこなかった。なんだか、聞けば聞くほど奇妙な生き物って感じがするわねー。そんな生き物がこの世に存在するのかしら。全く正体がわからない。そのため今回発見された化け物の名前は、エンフィールドホラー、もしくはエンフィールドモンスターと名付けられたそうだ。何だったのかしらその生物、基地の生物の中にそんなのいる？足が3本あるというのが非常に奇妙だが、跳躍力の高さなら、一つ該当するものがいる。その生物というのは、カンガルーだぜ。カンガルー、確かにカンガルーならジャンプ力は結構あるかもしれないけど、でも足は3本あったって話なのよ。カンガルーの足は2本しかないじゃない。ところがだ、カンガルーはジャンプをするとき、長い尻尾を地面に下ろしている。暗がりの中でこの姿を見たら、もしかしたら3本足に見えるかもしれない。なるほど、それなら確かに納得はできるけど。また、身長に関してもある程度正しそうだ。前傾姿勢のカンガルーは、身長が低く見えるからな。問題は赤い目ということだが、これは恐怖のあまりそう見えただけかもしれないな。じゃあ、カンガルーが正体ってことでいいのかしら？でもアメリカにカンガルーなんているの？いや、カンガルーがいるのはオーストラリアだけだ。もしかしたら動物園のカンガルーが逃げ出して、その場に迷い込んできたのかもしれないが、本当のところはわからないな。ちなみに、今回の事件に関して一部では子供がいたずらで報告しただけだ。という情報もありはするんだが、だとしたら巻き込まれた家族は一体何なのか、という話にもなってくる。確かに、何かが襲いかかってきたのは事実だし、拳銃だって撃ってるんだもんねー。そもそもカンガルーは鋭い爪を持っていないから、少年の足をズタズタにはできないからな。もしかしたら、本当に未知の生物が現れて、少年と家族を襲ったのかもしれない。怖すぎ、その後、調査はされたのかしら？もちろん、そんな危険生物がいるとなるとかなり大変なことになるからな。地元の保安官たちも捜査はしたようだが、残念ながら正体の特定はできずじまい。
そいつが再び現れることもなく、この事件はひっそりと幕を閉じることになるぜ。残念だわ、もう少しじっくり捜査して、生物を特定してほしかったけど。まあ50年前の事件だからな。とっくに生物は死んでいるだろうから。真相は永遠に闇の中になってしまうことだろう。ただ言えるのは、アメリカという広大な土地なら、どんな不可思議な生物がいてもおかしくないってことだ。実際、南米チリにはゲクフというカンガルー型の謎生物がいるという噂もあるしな。もしかしたら遥か遠くの南米から、ゲクフが民家にやってきたのかもしれない。なんじゃこの化け物、こんなわけわかんない生物が家の中にいたら、そりゃびっくりするわよ。ゲクフは恐竜の生き残りという説もあるから、もしもゲクフが現れたんだとしたら、この家族たちは恐竜に出くわした、ということになるわけだな。恐竜に出くわしたか、もしもそうならなんとか捕まえてほしかったところだけど、さすがに命を懸けてまで、そんなことをしてほしいとはお願いできないわね。そりゃそうだぜ。少年がズタズタにされるほどの凶悪な生物なんだから、下手に近づいたら大怪我をさせられるかもしれない。危険生物と隣り合わせのアメリカ、怖すぎるわね。アメリカにもしも住むときは、危険を承知でな。そんなわけで今回の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。